草本田が強者ですか。ほーん、ムーさんと何かと話題のムーさんね。やめたね。はい、それでは配信も開始しましたのでくじ引きいきますよ。はい、まあ誰が どの順番で引きに来ても OK です。キャラがチュンリ、ダルシム、ダルシム、リュウ、バルログ、ブランカ、バルログ、ダルシム、S リュウと、リュウとブランカ、いやリュウもまあまあまあ、リュウ、ブランカ、S リュウ以外はね、竜巻さんがもう完全に癒しになってるという。私もさっき竜巻さんに負けましたからね。これ1番から順番に。さあ、マオがラスト。まず1番から。1番誰、9人ですね。1番9人ですね。1番桜井龍。1番が桜井龍さんで、今回終わったら順番に並んでほしい。並んでほしい。そうしないと誰がどう入るか分かんなくなっちゃうんで、はい、どこにしようかな。こっちの方がいいかな。今あっち忙しいんで、こっちで、桜井さん座っちゃってください。こっち通路だからこっちの方がいいよね。いや、あそこ狭いんで。狭いんだ、うん、なるほどね。俺7番。2番は2番2番2番オープン前いきなり来た、うん、バルログが2番と9番っていうね。1番手と最後っていうね。では3番以降順番に並んでおいてください。カードください。俺並ばなくてもいいかな。7番だけど。あ、じゃあ、7番は、はい、7番ジャイさんなんでそこは覚えておいてください。でカードを回収します。なんかタイムマシンが必要らしいよこれ。大丈夫、タイムマシンが必要って書いてあるけど。はぁ、あ、はぁ、あ、って感じでしょ。何これ。森に桜井さんはどちらの。桜井さんはヘイでやってるらしい。ヘイ。なるほど。ヘイでよく見るという話を聞いてます。私初見でございますね。順番は大丈夫かな。横さん6番手なんで、周りの人に番号聞いて、はい、順番並んでおいてください。ダルシム3体、バルログ2体、チュンリー、リュウ、S リュウ、ブランカというね。はい、録画開始も OK ですので。はい。それでは始めていきます。これタイムマシン大丈夫？わからん。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。配信ができてるのかどうかはちょっとわからない感じですね。さあ、オペマイさんはね、明日のね1回戦でね悪役になるというね役目がありますから、今日は思う存分やってもらって、まあ、まさかね女子に対して本気でやるということはないでしょうが。お、できてるかな。もういけてるね。見てますね。よかったよかった。ツイッチでやってんのか。うん、まあ、リュウバルログといえば、まあ、リュウも最近はいけるんですかこれ。歩き大勝利とかやれば、まあ、いける、ね、オペ前がいけると言っていると。ただ、まあ、キャラ的にはやっぱバルログでしょ。あ、伊藤はちょっと人的にバルログ戦が相当上手いんじゃないかっていう話が。あ、ありがとうございます。あ、大丈夫だった、来なくて大丈夫。まあ伊藤龍に勝ち越すバルログがいないのかな、チューブだと。まあチューブが今バルログは間違いなく抜き出てますからね。 ARG もいますからね。今回 ARG も出るんでしょ、かける号。珍しいですよね。あー、結構やってる。じゃあだいぶ結婚して落ち着いたんですかね。あの男もなかなかの強者なんで、まあ、あまり今ツイッターで今日使わないスタイルだったんですけどね。あげたんで、綺麗系の皆さんリツイート頼ますわ。自分の勇姿をみんなに見てもらいましょう。では、私、そうっすね、
紫さん、パープル兄貴にマイク持ってもらえれば一番いい、嬉しいんだけど。飲み行くとか言ってたよ。うん、まだちょっとやってるか。じゃあ始めましょう。どうぞ、はい、じゃあ50円入れてスタート。50円入れてスタートしてください。一台入れます。スパ 2X 団員戦つわもの、つわもと、モサですか、王将、モサ王将じゃない、王者王者王者しばらく皆さんつわもので、ヒデ君だけ王者。なるほど、はい、皆さん上がったばかりですね、他は。はいはい、ワンピーが桜井で、さあ開幕ハイクロから、さあいきなり大昇竜、いいっすね桜井さん。これはしさあ、波動を渡って画面端はさすがにバルログもきついぞ。大昇竜入って、さあシンクから投げる、おー持っていく、これは綺麗なバルログ戦。さあバルログ負けろ負けろと待ってる人たちがみんな思ってるのか。さあスライディングガード頼むから、さあ投げ足場、さあ投げて、置き攻めは画面端なので食らわない、ね、さあ波動を渡ってヒデがうるさい。さあヒョウが入って逃げる、あいい竜巻、さあこれはちょっと竜はきついぞ。さあしかし2択決めて起き上がり、ガードガードだがちょっとこれは安かったか。上り中バックシック、はい決まって、はい桜井さん優勝みたいな。今のは美味しいね、オペマイさんちょっと焦りましたか。竜巻さんですね。さあここら辺からしばらく平和な時間が流れますね。さあ S 流対 X 流、これはまあ結構いい勝負なんじゃないでしょうか。 S 流側もね判定が結構強いんで、ああいう感じで微妙な間合いの飛びも上り台キックで落とせるんですね。あとは足払いがやはり強い。さあ画面端かなり竜はきつそう。さあよく見てる中足のダイキック、差し返しで押し返す。さあ竜巻逃げる、これができるんですね S 竜は。さあ波動波動置き攻め、さあこれはだっとちょっと違うことに意識を割いてたか、真空全裸ヒット。さあ2ラウンド目、さあ桜井竜がバルログを倒して勢いに乗ってる感じ。竜巻さんもねかなりおせおせの感じのスタイルなんで、さあ波動バックジャンプに波動を合わせる。さあこのニュートラル立ちがかなりきつそう。さあトリコ今のも食らわない、だし竜巻だし、さあ真空溜まると S 流もちょっと攻めにくいか、攻めにくいと5つブンブンいってますね。竜巻竜巻流、さあ最後は透かして投げ、じゃあ次は教授ですね。さあダルシム竜、これはさすがにダルシム有利ですが、まあ竜側も丁寧にいけばチャンスはあります。さあ開幕はバックジャンプで進行を貯めるスタイルか。1番さあ教授がかなり落ち着いた立ち回り、徐々に体力を削っていく。さあファイヤー、さあもう溜まってる、おっとスライディング、さあこれは燃えてしまう、残り取ったフレーム、ファイヤーフレーム、ちょっと前飛ばれたら怪しかったですけど、さあさすがにちょっとダルシム戦は厳しそうか。このね通常技の間合いをうまく透かせれば竜側もいけるんですが、これ食らうとかなりきつい。さあ画面端、さあ波動で押し返す、たまったか、佐々木に溜まったのはダルシム、おっと勝利券勝利券、さあインフェルノがあるぞ、教授攻める、さあこれはインフェルノで、おっと曲がりのある勝利券勝利券、
さあさすがにこれは厳しかったか。教授が勝利。出てくるのは、ヒデ王者ヒデですね。マイナス2なんで負けたら落ち、ヒデは負けたらモサに落ちる。あ、モサに落ちるぞ。これ肉屋になってるんですかね。ちょっと音声トラブル気味なので。なるほど、森川が見てくれてます。まあ、チュンリーダルシムも結構いい組み合わせですね。さあ教授のすごい連続技出るのか。さあ掴んで連続技は何が負けるまであるよ。コンピューター戦負けたら初段からマイナス1ですかね。初段スタートでいいんじゃない。まあ50円なくなるだけでしょ、さすがに。さあ急に教授が真面目になりました。まあ X はコンピューター戦もね、油断すると負けれますから。まあ、ガイル戦はシューパン打ってれば勝手にソニック打って死ぬという。ゲームが出てない。大丈夫ですか。やっちゃっていいのかな。さあ、OK です。さあ、ステージがちょっと変わりましたが、エイロンステージ。さあ、チュンリー対ダルシム。さあ、開幕はブラストと強剣。さあ、対空がちょっとできてないぞ。中層ですかね、今のくぐりは。手前はオーラパンチ。投げて、おっとブラストうまい。置き攻め。あと今のはめくりに行ったのか、ちょっと低かったですね。さあ投げて、置き攻めは、おっと2段当たる。さあピオリーチだがうまく返す。中キックで対空。さあ画面端でチュンリーきつそうだが、ファイヤーうまく対空して、おっと、さあインフェルノが入って残り2ロットか。さあチュンリー溜めたいところだな。さあ溜まった。ダルシムが倍体力が半分あるんですが、さあこっからまくれるのはチュンリー。あと危ない、死にかけた。さあこうなるともう安心できないぞ。逃げないパンチ。上を見るのは偉いですね。まあちょっとね、チュンリーが焦りましたかね。焦りましたね。さあ開幕強剣。さあこのドリルをね、当てるのは結構難しいんですよ、チュンリー戦は。弾がでかいんで踏んじゃうんですよね。そう、チュンリーがとりあえずコパン出しとけば安定というか。あとさあ踏んでしまった。画面端クライスラスト。さあ戦列も溜まってるので厳しそう。さあ誰しも止まったぞ。さあ唯一
唯一の王者、その力を見せれるか。さあ入ったよ。5番が着地してるのに。さあ次がナルシムです。ナルシムチュンリー、またナルシムチュンリーですね。横さんはどちらのお方ですか。横さんは昔東京、今は松戸。じゃあムーラ編ですか。さあとりあえずダルシム側はふわふわして、チュンリー側は飛行圏で牽制、この組み合わせですね。投げた垂直で、さあこれ投げ、奥攻めは転身力をしっかり出す。さあ拾ってちょっと安いか、あしかししっかり削りで殺しました。さあ開幕飛行圏強気、かなりダルシムきつそう。開幕飛行に痛いのは何ですか。開幕飛行に痛いのは中スラーからナックフって投げが一番いいけど。お、ドリルで、おっとうまいバックジャンプだったんだが、強気に投げて、さあ引っかかる、あれは引っかかるんですよね。7ドット。さあダルシム側もあまり無理攻めをしないんで、かなり頑張ってる方だが、さあ近づいてなんとかダメージソースを出したい。さあアイパンチに効こう。さあさすが王者2連勝。あれ、順番大丈夫ですか。さあちょっとそれではマイクやりながら記録という結構大変な感じでよろしくお願いします。さあ久しぶりに来ましたねジャイダル、今回の大会で復活、かなりやり込んでいるらしい。さあニューカマーヒデチュンリーに対して攻防も攻防、このジャイダルどう立ち回る。最近のチュンリーは一味違うところ見せれるかといったところで、ここでインフェルノが、さあ出なかったがおかわりしていく。さあジャイダル強者に上がるまでかなり苦労していた様子。さあ対空しっかり。さあこのダルシムはとにかくファイヤーです。ファイヤー軸を間違いなくやってくる男。おっと振り向き戦列もガードしているぞ、これはお見事。はさあヒデチュンリー唯一の王者、うまい、よく知っているバックジャンプにはあれが強い。とは言ってもバックジャンプしないとチュンリー側もほぼ投げ角を取られるので。さあこれ端っこ閉じ込めた、ゲージがもうちょっとで溜まる、その前にやりきったジャイ勝利。中村さんですね。ここで中村ブランカ、バルログバルログダルシムダルシムダルシムチュンリー竜 S 竜ときて、一人だけこの弱キャラ。さあインフェルノも避けて、うまいぞバックジャンプ強パン、対空でのダメージの取り方が絶妙。そしてここは絡んでいく、中村ターンになったが最後に耐久されて、あーっと歩いた瞬間確かパンチ。
さあ開幕ダイヤスから壁突きが入ってこのダメージ。ブランカの限界近くまで来ている中村。噛みついてあとは削り2回か。1ドットしかない試合の対空の後がまだ飛びポイント。あストップ、7井戸の対空使い分けていく。さあもうジャイラルドもファイヤーが打ちにくいこの中村ブランカ戦。さあドリル、しかし神角もらって乗っかった、噛みつく中村勝利。さあ次はバルログですね、マオバル。さあブランカバルログはバルログなんですが、なんかヒョウに対しての対応がブランカ側は結構厳しいんじゃないかな。前はバーチカルで良かったんですけど、バーチカル早出しで負けんでしょ。爪に負けたり投げられたりえらい夢に遭いますからね。確かにライバーン。さああの電撃をうまくアスサイトオルダー、まあ、マウバルも分かってるんでね。おっとうまい。さあ、めくりかな、バックステで逃げる。あとこれもバレてた、爪もねえぞ。さあ、完全に中村がゲームを支配してますが、さあ、残りで15秒。あとこれはこれがあるんですね。逆転ですね。おっと、あぶれぶれ間に合った。今のでも勝った。今ブランカ側はリードしてた。削ったけどバルログだったよね。間に合わなくても勝ってたってやつですね。さあブランカのもう勝ちでいい。うおっと、さあ追い詰めてるのは中村なんだが一発がある。さあ
ガード相打ち、相打ちでジャパン投げる。びっくりした、音出たのかな。びっくりしたってことは大丈夫、実況も聞こえてますかね。さあバルログがヨーモード、さあテラーで返して、はい、ガードできず。さあ真央さんが7連勝でいいのかな。8、さあここでジャイダルさんが、さあ果たしてどんな試合展開になるのか。さあまずは飛んだところにしっかりとジャンプ台手が置いてあって、さあテレポ、これはバレている。さあテレポを乱用してうまい具合に座れない位置をキープ。さあうまいブラスト、さあここからうわー出たゴロゴロ。さあとりあえずゲージは完了、しかしさあここからどうなる。うわー吸われてしまう、こっからゴロゴロから、さあマオバルは無理をしない。さあこれは裏、さあ開幕はお互い前ジャンプバックジャンプだか、チョップで落として投げにはいけない、ヨガファイヤーになってバレている。さあこれは魔王ラッシュが続くが、うわ吸われて見えない、裏表、さあコパンで落とすが、うわーブラストの出来は、をこれが魔王バルログ。さあ次は中村本田です、あ、ですね、ブランクですね。中村さんがやっと2周目ですね。はい、2周目最後なので、さあ中村ブランクが先ほどはちょっと勝てるビジョンがありましたが、あのスパコンに対して真央さんがしっかりと投げを仕込んでいるという。さあしかしこの展開になるとちょっと厳しいか。さあ空対空、反応が早いぞマオバルログ、着地に中パンが刺さって、さあマオバルログがこれが王者への昇格戦ですね。さあこれはしゃがみ大パンでしっかり対空、さあマオバルログ王者へリーチ、これが本当の王者なんだぞと、暫定じゃねえんだぞと。さあ体力は取られているが、やはり地上でしっかりと攻めていくマオバルログ。さあ投げて、さあもう一回、さあ前捨てから、これが減るんです、しかしチューチュー入って、さあしっかり見ている、投げに行かず円台キック、円台パンが確定して、さあこれはしゃがみで入ったが、さあ爪が刺さる、バルログの得意ゲー爪。さあどうする中村ブランク、しかしあーバックジャンプ中パン、マオバルログが王者へ昇格。さあここでなんとオペマイさんが降格リーチ、なんとオペマイバルログが降格リーチ。さあマオバルログがぶっ殺してやるよと。さあお互い打ちで、これはさあ上からバルログ表しっかりガードだが、かなり苦しい、どうするんだこれ、バックジャンプで回避、投げ打ち目はしっかり取る、4回目はいかない。おお、マジで前ゴロゴロから投げ、さあオペマイさんが追い込まれてる、テーラーなんだ今の、初めて見たぞ。さあいやーこれはうわー出なかったが、爪を剥がした、破壊力がちょっと落ちるぞ、しかし取って
立ち台系。さあ目まぐるしいこのバルログバルログ、うわあ、しかしラジアバレている。うわあ、これはお互いの爪が光って、さあやばいぞ。あー、お手前降格。お手前バルログがなんと3連敗、なんということだ。まあでもね、オペマイさんね、あれなんですよね、マオバルログに2回当たってるっていう、そうじゃないですか多分。そうだから、さあ竜巻 S 竜も降格リーチ、全員魔王に吸い取られていく。さあエンダイパン対応がうますぎるぞこの男。しかし竜巻、俺の持ち味はタスマチなんだぞ。しかし、あ、うまい、明日のキックが入るが関係なくずかずか歩いてないで、これが強いんです。さあ当たんないが、えしゃがみダイパンはさすがに使ったが、ロケティア、さあ判定がスエード流。しかし裏、これは裏見えねえ今の。うわー、タスマキさんも降格。俺あれだよね、確かジャイさんの僕後ろでしたっけ、前でしたっけ、あ、ジャイさんの前か。お、ここで日本を誇るお坊さん、セオチュンリー到着です。さあこれでこの場がまた荒れるっていうより強キャラしかいないですねマジで。さあ実況に戻りましょう。テーラーしっかり入れて、これはどっちだ分かんねえ。さあ投げて受け身は取っている、これがマオバルログ。昇竜が出なかったか。さあ今のところマオバルログが王者プラス2、名将まであと3連勝というより今12連勝中。さあ昇竜拳、竜巻はしゃがんで透かしたのか、アッパーで落として昇竜置いてある、いいアントビだったが大昇竜使って、さあマオバルログの流星の研究値がやばい。さあ爪が取れないが振って裏、さあしゃがみダイパン撫でられている。さあ桜井龍が一本取り返して、しかし画面端に追い込まれている。さあこれは透かし投げを入れたはずだが、ナイスな竜ガーだ。さあスパコンゲージが溜まって竜ガーはどうする。さあ大昇竜かさ当たりだが惜しい、テーラーで返して裏、竜巻で逃げ落としたが竜巻もう一丁。さあしっかりガードしているが大昇竜来るか、おー暴れたところに止めた桜井竜強し。さあここでセオチュンリー、さあ王者プラス2です。やばいね桜井龍、やばい強い。さあここで到着したばかりのセオチュンリーが到着です。さあ大足と中足が相打ち、大足、さあ10番この男見えている。さあこれはステルスで相打ち、さあ強気の波動拳だが溜まってしまうと攻め方が難しい。さあ一旦距離を取って、あこれは
何かボタンを押してしまったか、それとも戦列の位置がちょっと難しかったか。さあやはりリュウ側はゲージを早く持ちたい、チュンリー側はゲージが持たれる前になるべく画面端で体力を取りたい、そんなところでしょうか。さあこれはエンダイパンが隠れないタイミングですね。しっかり見えている。さあ中継、中継が刺さって、さあこれは踏んでしまう、珍しい。わあ、ここで戦列、今のは鎖骨を見てからボタンを押したまでありますね。さあ桜井龍が取り返して、さあ踏みつけすかしだったが踏んでしまう、中ゴスは中足回避、弦が入って、おっと投げ返している。プレイヤースキルも高いぞ桜井龍。さあゲージを持ったのはチュンリー側だが、果たしてここから、さあ画面端が近いが、中継、中継、さあこれはタスヒット、しかし中断、これは厳しいか。セオチュンリーの前取り、ここは吐かず、あっと、あーこれはちょっと厳しかったか。さあなんとオペマイさんが早くも昇格、早すぎるだろう、早すぎるぞ、ものの10分前だぞ。さあオペマイバルログが再び参戦、今度の俺は違うんだぞと、壊しからないで、ね、中足タッシュ系。さあこのガードスキルが高いのがセオチュンリー、しかしガスガス来るのがバルログ。さあ体力リードしているのでうまくやりたいが、ここで厳しいですね今のは。さあ空対空で相打ち、チュンディーサマーと相打ちか。さあ遠大パン対空をしようとしたが、これはちょっと厳しい距離だったが、すかして投げて投げ返す。さあなんか変な技が漏れたか。さあこれは投げかく、まさかった。さあ教授ダルシムが、俺今日ダルシムとしか当たってねえよという顔で参戦してきます。さあシャトルでやれの組み合わせですが、さあ 2P 側は教授ダルシム、さあピオリス、ピオリス、しっかりガードできたが、さあ厳しい。さあゴロゴロに負けてしまうが、これはうまい。さあ爪が、あのハイクローは多分拡散ないんですよね、ダルシム側は。ないですね。そうですよね。さあ、さばき方がオペマイバルログうまいぞ。しかして投げ、この連携が強し。さあ、津村フォークが。津村フォークマイナス1。さあ、津村フォークも心の中で思ってるでしょう。俺はなんつうこのバルログの国に来てしまったんだと。出番が来るたびにバルログ、これが大戦です。さあしゃがみチューパー、あれで返してしまうのか。しかしさあこれは、あー、さあここでペコさんが昇格、あれ違う、帰るTBS ですね。お疲れ様です。さあっていう話をしてる間に、フムラホークがしゃがみゴロゴロが刺さって、さあやはりホークがもうワンチャンあるんですけれども、さあこれは中スライディングで中詰め、さばきがうまい、これはどうしようもない。竜巻さんももう昇格早っ。
さあしかし竜巻さん上がりましたが、もう苦い顔をしている。どうせバルログなんでしょと思ってるけれども、けれどもこれが、これが、さあしかしあと3ドットだ。これは守りきれるか。前出てしまった。これでめくられてしまう。つらい、やばいぞ。投げて打ち身がない。体力がもう近い。どうする。うえー、1ドット。これはあー立ち台系。今の局面はツムラホークはあそこで画面端我慢はありでしたかね。我慢だったと思う。我慢。さあタスマキエス竜が苦い顔をしてまた戻ってまいりました。さあ弱小竜アスカルが中弱小竜さあ投げて浮きにはバッチリ。大足はお互い、あ、うおー、はいはい、あー、これがオペマイプレッシャーか。うまい、この大足よく置いてた。さあ空対空はバルログの中攻めが一方勝ち。さあロティッティア、さあ中攻めが刺さって、さあファイヤー、台足、さあ見ている、うわー吸っていく空中 TBS。さあ空中 TBS 何語なんだと。さあこれはしっかり見ている、引かして投げ、もう一回か、今度は中中しゃが台、これは厳しいか。いやー上から、上からバルログ。さあオペ前バルログが昇格リーチの、横さんが降格リーチ。さあ行ってみましょう、横ダルシム対オペマイバルログ。さあハイクロ刺さって裏、裏ガオ投げて、さあ怒涛の攻めだがなんとか回避したが、チョップは裏を通り越す。さあテイラーしっかり見ている、裏ガードだがチューチューチュー、ピオルか、ピオッタ天国削り切って横さん降格。さあ俺か、あれヒデはリーチ、リーチ、あ、まあ、ずっとリーチですね、ずっとリーチ。さあ上がってきたモサと落ちそうな王者ですかね。さあチュンリーバルログ、オペ前が5連勝ですね、ボタンになった。はい、さあヒデがうまいこと返してるぞ。おっと2段、あれつながるんだ。さあこれは画面端背負ったんで、なんとか守りきりたいところですね。チュンリー側は対するバルログは削りを含めてなんとか体力を差を縮めていきたいが、さあこれはちょっと安い。さあまたために入る。さあしっかりガード。さあ焦点を出してる。おっと今の起き上がりは何か怪しい感じでしたが、不思議な感じでしたね、うん、あ、バルセロナで起き上がりの重ねを逃げたのか。発生前にバルセロナが発生したってことですね。さあ投げられて、さあ白熱で拒否。さあヒゲが広角になると強くなる。さあ
さあ、ね、バルドグはかなりこれは厳しい。おっと投げる、中足の元に投げるか。さあ下段をガード。さあヒデは勝つ。ジャイさんが、マイナイチですね。さあこれは先ほどはジャイダルが勝っていた。とにかくチュンリー戦はもう身内にチュンリーが強いのがいたので、死ぬほど昔からやっている組み合わせ。対するヒデもカワシムムーあたりと死ぬほどやっている。時代は違えどもこの2キャラ使いはかなりライバル視していることが多い。さあ相当攻めに取られたが、今度スイジャン、なるほどこれうまい、踏んじゃった。上りコマもらってドリル頭突きガード、これは困る。戦術ぶっ放して画面端になる。うおーっと、これはお見事。さあヒデチュンリー、このきついメンツの中でもまだ王者をキープしている。さあジャイダルのファイヤーモードが嫌だが、あそこ行ってしまう。燃えて突っ込んでチョップ、まだ転生、これが出し続ける。例のあれか、最後まで掴みで削った。さあ、音量ちょっと下げます。ちょっと心臓が苦しい。さあこれは開幕から矢口マリー。さあジャイダル対中野ブランカは TRF でもよくやっている中、しかし中野さんは東京都民ではありません。さあ厳しい、あー確定。さあ投げて高めぐらいから投げる、これは結構スト数ではかなり重要なテクニックですね。さあゆるどりで突っ込んでくる。さあこれが中ムーの3、ああ三段が入らないか、今のは遠い前だったのか。さあどうだ、しかし体力は勝っているぞ。こっから中ムーさんが難しいか、あーおっ第一ローリング手前余地を兼ねたやつですね、今のやばいっすね。さあこの開幕はどういう読み合いから発生する。さあこれはさあゴロゴロしたところにファイヤー、おっとしゃがみ壊して、あ、立ち壊して止めるが、さあしかしジャイダルのさばきがうまい。いやーヨガファイヤー伸びる大パンチまでワンセットだが、さあしかしあーこれは届かない、まだおーだってあるあるある、あーあー期待値お見事。やべえな今の。さあここで魔王バルログプラ王者プラス2かな、プラ1。さっき12連勝ですね。ね、やばいっすね。さあこの2人は先ほども衣装をしておりましたが、しゃがみ大パンと相打ちではあるが、一度と待ってるのがバルログ側。
さあ上からすかして投げる、これが立ち壊して止める、先ほども見せてましたね。さあゴロ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 回るバルログに対しては削られると結構厳しいのか。さあここは座るで、さあシャガチュウシャガチュウ、ブランカ側が前に来たいところをシャガチュウで止められて、さあまた立ち壊して止める、これがマオバルログのスキルの高さ。テーラー待ってる、盤石。さあ桜井龍が先ほどはマオバルログを撃破、2回目なるか。さあ開幕はスラスラスラで一気に画面端に追い込まれるが、画面端であればめくられる心配はないという安心感はありますね。さあ5パン昇竜ミスか、しかし結果オーライ いい方向に行っている。昇竜が座れて裏タスマテ仕込んでますね、しっかり。さあ逃げバックジャンプ大剣はハイクロー見てからですね、完全にやばいな。さあ、タッチエンパス止めるが、しかし、魔王バルログはここからもう待つんだぞと、隙あれば行くぞと、そういうスタンスでしょうか。さあ、来たー、バルログの飛びは本当に速いですね、こう見ると。さあ、開幕はファイヤー波動からスタートだが、さあ、ハイクロー一気に画面端、おさあ昇竜着地際にしゃがみ台パンアッパーで落とすが中ゴス、なんか今のフタシャンイズムな感じがしますね、ちょっと。さあ大昇竜スカルが昇竜出し続ける白毛、しかしアッパーの裏側に魔王バルログが王者プラス3。さあ、セオチュンリさあ、開幕背中何読みでいったんだろう。さあ、これは空対空失敗か、裏転生出際をやられてますね。しゃがみ台パンと相打ちで、さあ、これはしっかりバックジャンプで回避してバックジャンプ抱いて、さあ非常にアクティブな手をついていたが、これは空対空バレている。なんか画面止まったなと思ったら光ってましたね、はい。さっきに真央さんと20本ほどやりましたけれども、はい、空対空への反応が非常に早い。あ、完全に見てから やられてるなっていう感じがして非常に嫌な感じでしたね。ただ、まあ、これがバルログチュンディなんだなっていうのがよく分かったので。あ、さあこれは運がいい、しかし中足、あー、これは空対空、セオチュンリも我慢はよくしているが、あー、しゃがみ大パス相打ち、こうなるとチュンリ厳しい。さあ真央さんが名将リーチです。あはははは、さあ早速ワンビーガーの真央さんから煽りが来る。教授来たぞーと、さあ教授広角リーチ、そして真央さんは名将リーチ、なんなんだこれは。さあ2人一緒に卒業か、いや卒業ですね。真央さんが勝って教授さんが落ちたら2人とも卒業です、モノ戦から。さあ見えない裏、早すぎだわ、タメ超早いんですけど。教授頑張って頑張ってさあブラスト食らって、これはちょっと怖っ、来たぞ勝ちパターン、あーテーラー思って重なってないが
こかされたのが痛い。おおお、教授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 、うわー、おー、やれ、来た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 、教授教授、いいぞ、やれ、やっちまえ。周りのみんな教授さんを応援しているぞ。誰も魔王さんが勝ってくると思ってない。あーあ、マジか、やばい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 、さあ二人一緒にモノセン卒業です。さあじゃあワンピーがつむつむ、つむらホーク、ツーピー側がタッツマキエスルーかな。俺順番どこだ、わかんねえぞ。ちょっと待って、あ、いいっすよ、 OK です OK です、やってください。上がりました、横さん上がりました、横さん次入ってください。あ、奥。さあ実況に戻りましょう。さあなんかあれですね、ちょっと雰囲気が落ち着きましたね、この画面を見ると。はい、了解。あ、了解。あ、そっか、スムラホークが広角リーチ。さあこれは使ってしまう、スムラホークが、さあ逃げティアが強え、しかし、あー、竜巻の回転が少ないんです。 F 流はスムラホーク広角。お疲れ様です。さあオペマイさんがスワン、モサのモサマイナー1。さあチューチューチュー、いやー、しかしこれは波動拳確定。さあファイヤー燃やしたぞ、これはチャンスか。勝利使って中継が強い。さあ2分の1が封殺巻きは、いやー、しっかりと見られている。さあ壊しテーラーテーラーが出なかったか、今は。うわー、座れた。お、勝利出た。うわ、裏にテーラー詰めて投げて、いやーこれはなー、飛び越して投げー、そして俺か。さあまたバルログチュンリーですね。俺が実況するときいつもバルログチュンリーなんだけど、先ほどはヒデが止めましたね。ヒデは今またマイナス2、前田にリーチじゃん。で崖っぷち。さあマオがね、さっさと名称いっちゃいましたから。さあヒョウがどんどん当たって、さあこれは対空してこないと。読んでのスパゴン、おっと。さあこれはチュンリーワンチャンあるぞ、投げて。さあこれな、これな、これな、発生が早すぎんだよバルセロナよ。おかしいだろ。さあ転んで、今井さん飛び越し投げが結構好きですよね。
そうですね、うん、大抜きも結構やるよね。さあ投げる強気強気、あとこれ三角飛びがあるんだな。これがしかし端っこでこれは亀の子いけません。さあさすがにその飛びは甘いぞ。残り40秒守りきるかこれ。あとこれ食らっちゃった。オーロパンチ大パンチ。オーロパンチが結構安定するっぽいですね。あ近いとね発見になってっていう感じでしょ、はい、あと天空脚といろいろ混ぜてって感じか、はい、早出しにはやっぱ負けんだね。真上早出しに負けるのか、それに対して天空脚か。端っこで亀になってるときは、うん、前に入れっぱなしもこうなるんで。ほお。よくわかんないことになったが、おっとこれは暴発か。天空脚投げは投げに行ったのか今のは。さあピンチになると強い。ジャイダルはまた、マイナス1ですね。あのジャイダルがなかなか上がれない、上がれないところがマイナス1キープという、相当な辛い段位戦になっております。これもそのはず、超強いバルドグが2体1体は上がりましたが、まだ残っている。さあヒデが今度こそ勝つと。これ3回目ですからね、2連敗中。おっ対空が非常にうまい。そして画面端はおっと抜け出した。これはヒデチュンリーかなり状況がいい。中盤で確実に落としてくる。さあここもらう、中足はずつ下がって鮮烈プレッシャーがあるぞ。タッチオーバー。さあ百列は出さない。おおタッチオーバーでヒデが2連勝。さあチュンリーブランカ、まあ一説によるとブランカは圧倒的有利という話なんですけど、どうなんですかこれ。中村さんがずっと五分と、五分なのこれ。五分だったら負けられないねブランカ使いは。さあバーチカルいい対応。さあ噛んでかなりパーフェクトの展開。さあ置き攻めは拒否。さあちょっと前飛びに前捨てに飛行が入ったか。さあ飛びはしっかりと転生。さあヒデもおっとこれはしっかり返した。さあこれは投げるでしょう。さあこれガード。さあ一気に体力が追いついた。さあ最後は前に歩いて投げ。さあ開幕はさあクレツー前飛び、これは神が確定。さあ画面端、おっと画面端ちょっと下がって飛び込み、あれがちょっと返しづらいんですかね。多分転生がスカるんでしょう。さあ投げる、まっすぐ来られると結構ブランカ側も困っちゃうような気がする。むしろ受け身になってくれた方がブランカ側としてはやりやすいでしょうが、あんまりがむしゃらに来られるとね。そう、これがね、こういうのがね、あるんですよね。さあ、3連勝なんか言ってますけど。さあ、桜井龍。マイナー1
まあ大丈夫ですね。さあ竜としてはチュンリー戦はやりごたえのあるカーブなんじゃないでしょうか。さあたまった、たまるとチュンリーが攻めれるぞ。さあしっかりガード外足に対しても、おっとこれは抜けられない。さあ踏んで画面、おっと大ゴスで返す。さあこれはしっかりガード外足は空振り、投げる投げる、外足が疲れるとちょっと怖いですね。おっと今の天使読みか、残り10秒、たまるとちょっとやばいぞ、逃げる逃げる逃げる。おっと秘密系は減らずって感じですね。中足だったらまだワンチャンあったのかもしれないですね。さあまずはお互いにゲージを貯める作業ですね。投げる、さあこれは相打ちは今のは竜にとって美味しいか。さあ先に溜まったのチュンリー、体力的にはほぼ同じですね。さあこれはプラスだ、ゲームキック、真空は3段入らない。さあ中足の戻りに中足、あの距離がね竜側としてもついつい空振りしちゃう距離ですね。さあ四竜とかはあの辺でニュートラル出しから波動拳とかあるんですけどね。さあ打ち合い、今の垂直はいい。さあ踏んでしまった、奥攻め竜巻に逃げる、いいですね。さあ真空溜まって、あっと今のはちょっと甘い飛行だったが、ゲン削って投げ、下段から投げ。さあヒデが調子に乗ってきた、4連勝で同キャラですね。これはかける5でのチームメイトでもあるんでどうなんでしょうか、チームメイト同士で同キャラっていうのもね、なんともやりづらいところもあるでしょうが。さあ乗ってるのはヒデ、ヒデ対セオ。さあ飛行剣、さあこの場合は飛行剣を見てから飛ぶ感じ、前からの正面からの飛び込みがねチュンリーが落としづらいんで同キャラは。さあコパ画面端テンション渡って、さあ拾って5ヒット、あれ多分6ヒットまで来ましたね。ヒデが1本、ヒデ乗ってきたな、ヒデもこれ抜けるあるんじゃないの、このままいくと王者プラニーあと4連勝3か、おっとテンション抜けた。さあ2ラウンド目はセオチュンリーのペース、お互い溜まって、さあ事故は避けれないぞ。さあ中足でうまく着地の隙を少なくしてる、おっとこれは見てからさすがにちょっと甘かったか説明しなくてもいいですよ。さあ投げて、さあ投げて、お互いリスクある行動をやっぱ取らないとねドギャラはいけないんで、ちょっと踏みつけ、踏みつけはさすがに、なんだ今のは若負けか今のはやべえだろ。さあセオチュンリーが止めました。ダルシムですね、ヨコさん、あ一回落ちてまた上がってきたという。さあチュンリー戦、ダルシムはなんとか端に持ってってドリルで接近戦を持ち込みたい。チュンリーはなんとか先に溜めてファイヤー打たさないって感じですね。さあ暗い投げ防止用の3段、さあしっかり落として、さあ厳しいな、オールパンチよく見てる。さあスラストから投げて受け身取ってないぞ。さあ今の投げか、
あとこれは三段が決まって、さあリードしてるのはチュンリー。あと今のは攻めてなかった。さあこれはさすがにガードを削り、さあヨガファイヤー。さあドリルはしっかりとコパで止める。ドリルがね通らないとダルシムもつらい。さあチワシ飛びの音つかんで、さあわかんないぞ。あっと裏に回ったが当たってなかった。当たってるとね3段でピオルですが、あまりにも人数が増えたので2大進行に、2大進行になりましたね、はい、なります、はい、では、順番に行くのでアゼガイル、アゼガイル入ってください。はい、ガイルチュンリーですね。でもう1台があっち、さあガイル・チュンリーも結構いい組み合わせですよ。さあ開幕のソニックには弦を合わせる。さあガイルはちょっと画面味、まあ、ペースいってもいいですかね。ここから要塞モード、コビーはさすがに踏んでしまう。めくりから引きずって投げ、さあさすがにこれは音背中蹴り、ワイパンで返して激しい攻防が目まぐるしく入れ替わって削り下がって気候圏がやりづらい。さあしかしガイル側もまだワンチャンがあるが前に飛んだ。さあセオチュンリーが1本、さあガイルのソニックは投げる剣で潰される。さあ端から戦列、最後は中段、これはまあ安定ですね。ワードされても反角はないと、次はグッチ、グッチリュウ、もう1台どこでやるの、ここだって何、グッチリュウ、先日優勝したグッチリュウですね。勝利権はしかし、さあこれは連続で持ってた削りですか。さあ秘密系後を食らってしまったが、おっと弦置いてある、投げる。さあお互い溜まってるのでうまい投げよ、第5つ負けですかね。さあ甘い波動機構は見てないですよ。さあ残り10秒、体力的にリードしたのはチュンリー、5秒、これはきつい。さあこれがあるんですよね、ついガードしてしまったって感じですかね。さあセオチュンリーは調子いいぞ、第5スカーターシャドウ。さあ画面端に寄せていく、しかし先に溜まるのはチュンリーか、チュンリー溜まった、リーも溜まった、中立負け、おっと使ったが、さあリーチ、あとこれは痛い、ミスったつなぎを。さあ真空打っちゃった、昇竜拳中ゴスは飾った。さあ残り0だった、これはどうするか迷ったか、昇格チュンリー上がりですね、終わり。さあ50円、50円バック、
お前は十分遊んだからいいだろう。こんばんは、マオです。はい、瀬尾さんが昇格しましたんで、次はオペマイさんとコエモン、コエモン、オペマイコエモン。はい、ちょっと事務的なお仕事がありますので少々お待ちください。誰や変なおじさんって書いてるやつ、誰やこれ、調べたのか本当に。それオペチ、小江門戦でフェイロン戦自信あんの、はい、やってないよねお前、ないやってないよね、大丈夫やな、こっちはな、やっとるもんな、やっとるもん、まあ俺に勝っとるやないけ、全然。はい、それでは始めてください。小江門さんがつわもののプラス2、オペ前がモサマイナス1、マイナス1、さあいい勝負だねこれは。え、2台いくの、あ、はい、わかりました、2台進行ね。さあオペ前早速画面端だけれども、さあまずは牽制から、牽制から、さあ今すかしたつもりでしたね多分ね。さあ一発のチャンスを狙うペイロン、さあしっかり見てた、さあ評判だぞ、さあ反対に出る、これは運がない。そして最後は決まった、やっぱ評判は分かんないですよね。はい、バルログ使ってなんですけども評判は分かりません。頑張って2分の1、3分の1当てましょう。そしたらまあ一発がねフェールにも生まれてくるんで、さあ行ったぞ、投げてか、あ、これが決まるか。さあ安全重ねから投げして、投げ返しと、まあ、ここが勝負のしどころですからね、あれからたら死にますから。さあ懸命に守りたいバルログ側がさあ支援を出させた。さあいいとこありませんね、ちょっとね、はい、お手上げ状態になってますけども、はい、次に来るのが、はい、お手上げ中の、ジャイさんですね。はい、過去にあたしね、高角リーチ、ジャイさん高角リーチ、さあ頑張っていただきましょうね。私と初めて対戦した時は俺下手だけどいいかと、バルログス下手だけどいいかと言ってましたけども、さあそこからどうなってるんでしょう。やばいこれは、さあしっかりテレポ、そこから反撃も入れている、ちゃんと。さあ一発仕留めたい、空中で仕留めたいところ、投げに持っていきたいところだが、やはり裏に回ると。さあここは削る、さあまクソだね、はい、まあ、クソだねこれはね。さあ広角リーチになってる、もう逃げ後がないぞ、後がないにもかかわらずバルログが来た。さあここはどうにかして、そう来た、そう投げを決めたいところはちゃんとオペ前を出してますね。さあここはやばいぞ、来ると危なかった、来ると危なかった、さあもうないぞ、もうないぞ、もう待ってるだけなのか、もう待ってるだけなのか。さあ風前の飛ばし火、
さあジャイダルさん降格。さあ続きますね。はい、ダルシム、横ダルシム、はい、お見舞い、苦順がよろしい。はい、横ダルシムさん一発、あのチョップを当ててからですね。さあいった、チョップじゃなかったけども、さあはまるぞ、はまらなかった。しっかり投げてくるところをいきますね。さあここは爪しか出ない。だがこれでもう風前飛ばしみですね、これもね。はい、無難です。はい、やっぱクソだ、クソです。さあふわりふわりと浮いているが、的になるぞ、的になるぞ、そんなことしたら。さあ投げる、そしてチューチューと、さあつながって終わると、盤石ですね。はい、もうヒデ戦以外は盤石ですね。ヒデ戦以外は盤石ですね。マイナス1、はい、マイナス1からでまだバルログ。はい、さあヒョウバルモードですね、ここはオペマイは。はい、これはねなかなか難しいんですよね。ヒョウバルしてくれない、ヒョウバルを待ってるんだけどヒョウバルしてくれない。さあどうする、つかず離れず、つかず離れず、はさあ離れる。さあどっちかわからない、どっちかわからない、今のは投げ確定だぞ。さあもうないぞ、もうないぞ、もうないぞ、もう見えるわけがないよね。はい、さあどうなるか、まだオペ前がどんどん行く。さあ相打ち取っても裏にはいけないぞ。さあしっかり評判る、はい、ここでも評判をする、それ死ぬぞ。上が来ると思ったら下が来る。オペ前すごいね、うん、一回落ちたとは思えないよね。はい、なんか青ってかっこいいですよね、本当にね。はい、青葉バルドさんですね。はい、覚えてます、私は最初にやった時負けました。はい、よく覚えております。さあ切り替えたぞ、切り替えたぞ。さあどっちだ、さあ上が取った方勝つ、上が取った方勝つ。さあタイミングバッチリのバク転、はい、長いですね。さあ5分だ、体力5分、体力5分。さあこっからガード専念と思ってきや上行く。さああと一発どっちだ、裏だった。さあオペ前負けるのか、青葉勝つのか。さあいいね、投げいった、さあ投げいったぞ。さあ上行くのか、上行った。さあここでも打ち返す、はい、これは裏からですからね、しっかり前見ないと、前見ないと。タイミングバッチリ合わなかったけどね。さあ飛ぶ、さあ上取った方が勝ち、上取った方が勝ち。さあこれさっきね前転で投げ回りを外してからさて投げと、さすがです。アイバルがチャリオに負けてるから動画インターネットに氾濫してるって言う有利ですかね。すいません、あの正直に言いましょう、あのチャリオがうまいだけだから、あんなもん、あんなもんチャリオがうまいだけ、うん、おかしいから、あいつ間を読みしてるからね、他のバルログに負けるから、ね、これとりあえずあの茶色いバルログが見てないことを祈るけれども、はい、バルログ有利です、そして青が有利です。はい、黄色は負けろ。はい、続きましては
阿部さんのガイル、はい、マイナス1だそうです。さあガイル対バルログ、はい、最近私も負けておりますけれども、はい、動画でねこれも反乱してるって言いたいんだろうけれども、ね、今まあある程度大丈夫だから。ただね簡単じゃない、簡単じゃない。あのねガイル結局待たれるとね何もできないんですよ。スライディングやってもただだからね。でスライディングにサマー合わせられたりとかソバッと合わせられたりとかしたらねなかなか難しいんで、なかなかガイルがねガイルから1本取るのが難しいと。まあ有利は有利だと思いますよ。外から攻撃できますから。そして飛ばない、はい、投げはバックドロップ限定ですね。こんなもんバックドロップするとバルログのためがなくなるので、はい。さあここで相打ち取る、そしてガイルが有利している、ちょっと前出る。さあソニックを縦に飛びたかったところしっかり真正面から行く。さあどうなる。さあサーマーの2分の1じゃないね、サーマー出なかったね。さあオババルログさんの連勝です。はい、中村さんのブランカ、はい、広角リーチだそうです。はい、僕はぜひともね勝っていただきたいところです。はい、青いですけれども青じゃありません。青葉バルログですね。青葉さんのバルログです。さあ一気に決める。最初はお互い様子見、様子見陣地の取り合いです。最初は狙ったところに来たら一気に仕掛けるのがこのバルログブランカ。さあ、トラッタヒットした。そして裏から行ったところをなんと、じゃあ前ジャンプ、前ジャンプ、なるほどね。今度俺も使ってみましょう。参考になります。さあ動いている動いている、周りをずらしてる。攻撃の対象を絞らせない。おっとスライディング前でしたね今ね。さあこれ雑巾だ。さあ裏に行けなかった。まだまだねお互いゴムなんで。さあ取りに行った、いいよ。さあここで行かなきゃいけない。さあもう離れた、まあ、しょうがないですね、時間がないですから。さあ広角リーチになってしまった中村ブランク。さあお互いまず陣取りです。さあここでしっかり逃がしたくないブランク。さあしっかりリバーサルで反撃。さあ投げだ。さあ行くぞ。さあ投げだ投げだ投げだ。さあ投げだ。さあ最後は電撃で待ってましたと。もう読みがバレてるってすごいですね。さあ踏ん張れるか。さあまず陣取りだ。さあここから一気に持ってきたい。さあいいタイミングが悪かった。ジャンプと同時にひょうばる。まあでもまだね時間ありますから。さあうまく誘いたい、うまく誘いたい。バルログの爪を誘いたい。さあそっち行った。そしてさあ体力がない、時間もなくなってくる。体力が足りなくなるか。さあ仕留めるか。さあまずここはおっと下段を選択したが次は続かなかった。さあもう少しだ。さあ届いたぞ。もうあとここも出ない。さあ残り13秒。さあ届いた。爪がない分攻撃力も低いですね。さあ中村ブランが踏ん張った。はい、続きまして、大活躍中の桜井さんでございます。はい、さあリュウブランカと言っていますが、はい、待つことができるのでしょうか。はい、龍昇龍さんしっかりね出せば、あとは中盤でゴリゴリと。さあ中盤でゴリゴリと。さあここは無理してしまった。あ、一気にブランカ、中村ブランカが取る。さあいつでも昇龍の準備はしておきたいところ。さあいつ飛んできてもいいように、だが下が下ろすになってはいけない。さあしゃがみ中盤、さあ強いです、あれは強いです。さあ突然の投げ、
まあ、まだまだいけますからね、削りだけでいけます。さあ削って、さあここで中ゴス、まああれも安全ですからね。さあ2ヒットしっかり間合いを見てからの2ヒットでしたね。3段はいけなかったということで、さあそれでもまだリードしているのは龍、桜井龍。さあまずは削る、さあ勝利、波動一発分、波動一発分だ。さあここで投げを選択はしなかった。そして投げをここで選択。さあ中村プランカー連勝ですね。前に、はい、グッチさんマイナス2の降格リスクですね。はい、やばいです。さあ龍戦が続いているが、今は、はい、さすがに龍が有利、龍が有利っていうか龍がリードしている。さあしっかり竜巻の好調に神ですね、今のは。さあ中盤で押し返している、中盤で押し返している。さあ波動でも押し返す。さあここで波動剣となかなか読めませんからね。しっかり波動と中盤で昇竜で押し返したいところ。はい、中盤ほら来た、ほら来た、しっかり。さあ押し返す、そして大キックで押し返す。さあまだ波動で押し返す、いつ飛んでくるんだと。さあ勝利待ってましたと、いい流れですね。はい、さあまた中盤いやらしいですね、中盤がね。さあ中盤いやらしい、下はガード。さあガード、ちょっと危険があったらガード、そして押し返す。あ、理想的な戦いですねこれはね。はい、理想的。ダーキックも合わせ、なかなか合わせられない。足を助かったぞ。さあここからだ。さあ投げも行かせなかった、昇竜の暴れもさせなかった。さあびっくりしたところで反応ができなかったですね。はい、完璧ですね、立ち回りね。グッさん踏ん張りました。はい、続きまして、田所さんのガイルプラマイゼロですね。はい、さあ龍ガイル、はい、ね、さあ先ほどは龍には勝たなきゃいけないと思っているが田所ガイルですけれども、さあどうだ、まずは、うん、若干リードかな。さあ見て立つ、それとも読み立つ。さあでも画面端を追い込みで、なおかつ真空溜まっている。さあソニックが出なかったと。さあ追い詰められているぞ。さあ合わせられたら終わり。さあ中足を見てから投げ、そしてソニック。さあ飛んだ、3段決まった、一発芸ですね。狙ってましたという感じでしたね、完全に。さあここもガイルが粘りたいところで、いつ飛ぶんだと。さあリードしたいところですが、龍が押している、龍が押している。まだまだ波動で、はい。さあおっと、お釣りが取れなかったぞ。しっかりサマーか大パンでお釣り取りたかった。おっと波動の出来はリズムはよくさせないよと、リズムを崩しますよと。さあっと運が良かった、この龍がグッチ龍ぴったりドンピシャですね。さあどうするんだ、じわじわいくのか、それとも大きく狙うのか。さあじわじわいくのか、あーっと押し、波動で押し殺された。さあソバットダンスしてますね。あと当たってしまったぞ。そしてダイプもバイプッシュですね、投げと。あとピオラなかったと。ただ大幅リードしている。さあしっかり処理をして、おっとまたこう投げたいところ勝利、分かってましたね。はい、完璧な立ち回りです。はい、グッチさんまた連勝ですね。はい、続きまして
はい、笑顔のうざいやつ、はい、笑顔のうざいやつ、はい、来ました。はい、さあチュンリーとリュウ、はい、まあ大丈夫ですかな。チュンリー練習してるよね、練習してるよね、だからね、これはね。さあ普段はどっちが勝ってるんでしょうか。まず食べたいのはチュンリーも食べたいし、リュウも食べたいけれども、もう早速溜まったぞリュウ。さあ飛行機の映らなくなったところを投げ投げ投げ、はい、そしてジャンプしたところを中パンと、さあもう完璧ですね。はい、じゃあチュンリー側気を取り直していくしかないですけれども、はい、リュウは勢いに乗っていけるのか、はい、リュウは勢いに乗っていけるのか、しっかりチュンリーはさばきたいところ、はい、まず溜まるよね、うん。さあ相打ち、チュンリー処理ミスったが、さあ溜まったのはリュウだけれども、まあこのお互い溜まりましたと。さあ波動で押し切られるか、押されるか、おーっとジャンプしてきたら中盤で、さすがですね、一発当ててからの、おっとなんだ今の。さあ分からなくなる、そしておお2ヒット、さあいい勝負だ。さあもうちょっと削っときたい、最初の一打を当てたいから、もうちょっと削っときたいところのチュンリー、まだ溜まらないからいいけれども、竜巻で溜まるぞ。おっとなんだ最後、中盤に対して大キックか、今牽制に対してさらにカウンターと、なかなか難しいことがありましたね。さあここで一気を吹き返すか、このチュンリーは、ヒデチュンリー、さあまず溜める、でちょっと贅沢にジンは取りましたと。さあ運が悪い、さあ出なかったぞ。さあ逃げる、ちょっとの犠牲で済んだぞ。さあお互いスパコンを持っている、さあドンピシャー今のは、だから続かなかった。さあどうなる、画面端からまだ投げる、どんどん行くぞと、しっかり返す、はいはいはいと、で投げと、やっぱ減りますねチュンリーはね、これね、はい。さあヒデチュン取り返すと、はい、ヒデさんが名将リーチだそうです。はい、この青葉さんのバルログを倒せば名将リーチ、はい、待ってるから来いよ早くな。さあただあ、でもさっきオペ前戦良かったからね、うん、完璧だったから、はい、まあ、それ負けた色だぞそれ、大丈夫か、それ青使っといた方がいいんじゃないのか、さっき負けたんだぞその色。さあ飛ぶ、さあ何もできない、さあ溜まったスパコを狙う、さあ狙う、ちょっと手前落ちしたけれども読まれてたと。さあ追い込む、あこれは確定だぞ。さあ追いつけない、困るよね本当にね。さあ通り過ぎたところをしっかりテラーが溜まってないから上からかぶせると、でようやく下来たところを今度は上でいくと。さあどうなる今度は、さあ上か下か、はい安いですね。さあここで一歩取って、マジか、そして今度は投げたいところ投げられるぞ。さああっと追い打ちが取れなかった、まあ行くしかないですけれども、もうちょっと踏み込みたかったですね。さあ戦列バリアンバー見てから行きました、ちゃんと見てます、青葉バルログちゃんと見てます。さあ見てますけれども、さあタイミング合ってしまった、勝ち合う、おっとなんだ、もう投げを行きたいから投げに行くと、もう突っ込むですね。さあ体力リードしている、そして百列の隙に裏から回られると、百列邪魔ですね。さあはい、続きまして先ほどリーチをかけていた、ね、広角リーチでしたが踏ん張った中村ブランカ、はい、黄色対黄色ですね、もうどっちも負けろですねこれね。さあ先制取ったぞ、一気にいくぞこれは、はい、まずおっと投げからじゃないね、何をしたんだ、バイプッシュしたのか、もうちまちまやってもう完全制覇したいんですね多分ね、いっぺんに仕留める気満々でした、バイプッシュの連続ですね。さあ次はどうするか、さあ今度も一気にいったぞ、ラッシュかける、さあ反応ができていない、そうですね、投げてしまえばそうですね終わっちゃいますんで、もうバイプッシュバイプッシュでひたすら延々と攻撃をし続ける、さあ延々と攻撃をし続ける、
と思いきやもう投げだ、もう投げで、さあ一気に畳みかけた、ね、怖いですね。さあ川又さんの竜ですね、はい、中村さんがチェックをしてます。やっぱりね、竜は人によってそれぞれ違いますから、あの人対策をしてるんでしょうね、多分ね。さあ繋がらなかった。さあいつ波動を打ってくるかわからない。さあ川村さんはいつ波動を打ってくると読んでいるんだろうか。さあ勝利でしっかり押し返す、波動波動波動、さあ押し返す押し返す、フェイントもたまに入れますよと。でいつ飛んでいいかわからない。これでフェイント入れる、しっかりもう当てなくていいよ、追い返しますよと。さあ今勝利を打ちたかった、だがまだ離れれば別に関係ないよと。さあ昇龍待ってましたと、もうリスクを取らない、全然安全に安全。さあ波動拳でいった。さあこれで少しは陣地取ったぞ。さあ飛んでくるところ、さあ押し返す押し返す。さあ無理はしない、今のねちょっと微妙な距離でしたからね、今ね無理はしない昇龍でも。さあ逆いった、でも逃げればいいよねと。で無理はしない無理はしない。さあさあまた押し返す、さあ無理はしない。さあ一発だけ一発だけ、観覧はもらわない前でしっかりね、いつ出てくるか勝利が分かんないからね。さあフェイントがフェイントがフェイントないフェイントない、フェイント来たらその間に下行く、ちょっと飛び越えてしまった、運が悪いね。しっかりめくっときたかったんですけども、さあ一気に前来た、時間がないから逆に前より来る。さあここで川又バルブル、いい流れでしたね今ね。はい、グチさんのパラグラフは竜ですね。はい、ゴムですけれども、さあ普段はどうなんでしょうね、どっち勝ってるでしょうね。さあしっかり詰めておきたい。まあ今全然ね、まだ波動拳を押してる状況だから、どっちもどっちですからね。じゃあちょっとリードしている川又竜がいきますけれども、さあ無理やり投げにいったのかな今。さあ画面端画面端で真空で足払い合戦だけども、おっとちょっと失敗。さあ押し返せるか、一発当てたいところ、無理はしない川又竜。さあ減った減ったぞ今のは、チュンリー並みに減ったぞ今のは。さあ運が悪かったら気を引き締めて、これもすげえ減ってるぞこれ。おい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 、エスタが並みだぞ、減ってる。さあもう虫の息だこっちは。さあどうする、虫の息だぞ虫の息だぞ、まだ溜まってない。勝利2発と波動拳1発だからね、全然溜まるわけないよね。さあ波動拳使った、真空使ったけども、さあ一気にプレッシャーをかけられるか。でもそれにしてもあまりにも体力がない、これあまりにも体力がない。さあここの波動拳ガード、さああと2発で終わりだね。はい、おっと終わらなかった、さら追いかけていく波動拳が。まあ終始グチさんのペースでしたね。さあお互いペースを握ったところで、さあどうなるのか次。さあ飛び込んでまず握ったのがグッチさんの竜ですね。さあ川村竜、これ押し返せるか、しっかり貯めることが先にできればいいんですけれども、さあどんどん押し返すと、いいペースだいいペースだ。さあお釣りは取れなかった、さあ溜まったのは川村竜、でも体力も減っている。さあそして無理に突っ込んでいくのか、無理に突っ込んでいく、そして真空うまいことガード、マジですか、中キックを勝利、フェイントですね。まあこれは今すごかったですねやっぱね、中キックを勝利。さあ続きまして誰だ、はい、コエモンさんの、はい、フェイロン来ましたね。もうキャラなんか言わなくていいよね、コエモンさんが来ましたとね。さあすいません全く分かりません、ごめんなさい。これまあ多分竜が勝つだろうという、竜が勝つだろう、竜が有利というのはなんか聞いてますけれども、技では私分かりません、竜が有利と言ってるけど、なんか状況を見るからにやっぱり何が有利なんでしょう、うん、分かんないね。
あ、この波動モードはきついのかね、やっぱり波動モードはきついんだね、多分ね。うん、逃げれそうにないね、やっぱり波動拳見えないからね。さあ、どんどん波動拳来る、中足も来る、そこを縫っていかないといけないから、なるほど、これがね、竜有利ってことなんでしょうね。さあ、一気にいったら投げて終わる。さあ、こういうもん我慢して一本取った。やっぱね、スペイロン火力ありますから。さあ、ちょっと失敗したぞ。さあ、画面端を追い込まれるぞ。画面端を追い込まれたら、やっぱきついんだろうね。さあ、まず飛んで我慢するけれども、飛び込んだところうまいこと勝利、待ってましたと。さあ、割り込んだ、割り込まれたくない。さあ、なるほどね、周り手前止まるんだったら何でもいいから牽制しとくと。さあ、ちょっと反応できなかった。さあ、近づかれたぞ。さあ、行け。さあ、もうないぞ。さあ、削った。さあ、コエモンフェイロン取る。そしてはい、マイナス2のジャイサですね。はい、広角ルイジのところで早速攻められている。さあ、処理たいところをしっかり。さあ、失敗した。勝利。さあ、一気に勢いよくコエモンが取る。さあ、降格したくない、降格したくない。さあ、降格したくない。さあ、乗ってた。今いことを掴んだぞ今。さあ、ピュアラスター、そしてまあ、シャーネファイブレイブですね。あっと、追いかせない、追いかせない。さあ、やばいぞこれは。じゃあ、まず離れたいところと、離れたいね、離れたいね、はい、離れたいです。さあ、ファイヤーモード、先に落ちればいいんだ。さあ、うまいことスクロールを使った。そしてまあ、確定ですね。はい、さあ、じゃあ、ダルさん取り返す。ダルシム取り返したぞ。はい、さあ、下手な実況で悪いけど、お前らコメント書けよ、ちゃんと。はい、待ってますよ。さあ、一気に取り行く、一気に取り行く。さあ、ジャイダル様攻めに行く。さあ、体力は並んでる、並んでる。さあ、並んでるということは画面外に追い込まれてる。やばいのか、これは。さあ、いつ行くんだ、小山はいつ行くんだ。しっかり張っている。さあ、繋がらなかった。さあ、わからない。さあ、ジャイダルさん降格です。いる。はい、後ろでオペ前が名称リーチということで聞いておりますけれども、はい、もう体力こっちはね、あの声だけ聞いてね、はいはい、名称決めました、オペマイさんがね。はい、私のいないところで決めてますね。はい、2人目かな、名称2人目。ああ、そうだね。はい、今日は2人目です。4人目か。先に瀬尾くんが上がってますね。はい、瀬尾さん上がってます。失礼いたしました。さあ、あれ、フェイロンブランカで、ブランカがリードしている。何、オペ前喋りたいの。喋ってください。お前に一体何を求めているんだ。どうも、真央さん。はい、あ、まあ、ここはシャトルですか。え、ここはシャトルですかね。本当だよね、全くね。でもこれ見た感じ、シャトルじゃないから安心だよね。さあ、リードしているのは、さあ、やっぱりフェイロがリードしている。さあ、ゴエモンがやっぱりリードしている。中村さん1本取ってますね。そう、取ってるんですよ、うん、なかなかすごい立ち回りをしてるんですね。さあ、しっかり見た。さあ、ヒット確認をしたぞ。さあ、あとは待つだけだ。まあ、これは苦しいですね。はい、さあ、余裕持って取り返しているゴエモン。さあ、次もしっかりドンと構えていられるのか。さあ、落ち着いていきたいところ。さあ、早速3段決めてしまったとか。バックステやる、バックステやるイコール次がないから削りまではいけると。
見てますね、ちゃんとね。フェイロンの立ち台パンがめっちゃ強いですよ。リバーラン止めるんで。そう、あれも止めちゃうからね。さあここでバイプッシュ、さあどうする。さあ投げていくぞ。さあまだ投げるのか。あ、さあ中村ブランカ勝った、お見事ですね。はい、投げ3連発、あれは髪砕かれましたね。きついです。さあまた川端さんだ。はい、龍きついですね。もうブランカも地獄ですねこれね。はい、もう川端さんさっさと倒しちゃいましょうね。それから中村さんさっさと名手上がっちゃいましょう。そっか、ブロックが違うのかこれ。そんなことないよね、こっちとこっちブロック違うの。だから順番回ってきた人が入る、どっちにも、どっちにも入るのね。はい、ということは中村さん運が悪いということで、くじ運が悪いと。さっきから龍ばっか立ってるからね、一応その中で頑張って勝ってますけれども。でも勝ちそうです、勝ってるね。勝ってるからすごいんですよ、フェイロにも勝ってるし。川松さんのブランカーめっちゃうまそうですけど、地上スタイルだから。そう、地上スタイルだからね。でも中盤中盤中盤って、明日というか大会行きますけど、後藤さんに似てますね。そうですね、後藤さん似てますね。はい、ただしっかりフェイントがないから、綺麗に。そう、フェイント来た、フェイント来た。何、俺アドバイスしたか。そんなことねえよ。さあ間合い間違えた、だがまだ断然有利ですね。はい、翔龍と、ね、今もちょっとリスクね、微妙な間合いだったから多分翔にしたんでしょう。さあ大パンで返せなかった、最大取ってきますね。まあでもね、ゴムだったら行きますから。さあ削って、はい、押し返しますよ、押し返しますよ、はい、押し返しますよ。はい、勝利戦った。そして二度と憎いですね。はい、中村さん絶好調ですね。絶好調ですね、勝ってますね。はい、龍と言うても勝ってます。そして、あ、さっき昇格名勝リーチをかけていたんですけれども、まあブランカに負けてしまったと。さあここで連勝したいところですね。でもまずはヒデ君強い、強かったです。強いっていうか最近本当伸びてますよ。え、私には負けてますけどね。はい、じゃあ行きましょう。他はいいですよ、他はね。はい、はい、なんか逃げた噂も聞いてますけども。さあしっかりですね、溜まってないところに行く。さあ投げは減るぞ、投げは減るぞ。さあ上は行かせないぞ、さすがゴブだぞこれは。中村さん行きますねこれはね。これはゴブですね、ゴブですね、ゴブです。はい、じゃあ中にも負けてられない。さあ3段行くか。さあ一応3段行った。いや、通常3段であのヘリキは、はい、むちゃくちゃですね、あれもね。チュンリーの愛まで減ってますね。なんだ今のは、何をしたかったんだろう、ちょっと分からなかった。多分今のは、まあ、ローリングネタの必殺技ですね、今のね。さあ投げる、投げる、さあ投げ返しをしっかりする。さあそして空中から当てる、そしてローリングですね。はい、ちょっと近すぎましたね。あれはゼロフレまでガードできないですよ、多分。ガード、ガード？ガードフローバーチカル。ゼロフレってじゃないでしょ、だって。ゼロフレだけれども、今離れてたでしょ、今は。今離れてたよ。大キック打つとき離れてたよ、今。中村さん、今のは遠かった。はい、ただ足を出してしまったから近かったというね。はい、あれお前いつ来たんだよ。いつの間にか A4 がいる。はい、しかも同キャラで。はい、中村さんビビっております。さすがにビビるよね、これはね。俺も見てないです。はい、さっそうと来て、はい、まあ上は通しませんよと。上は通しませんよと。さあ上は通しませんよと。この動画めっちゃ面白いですよ。はい、私見たことないですからね、やっぱりね。いや、世間的にはつまらんって言われてるんですけど。あ、そうなんですか。めっちゃおもろいんですけど。あ、そうなんですね。世間的にはつまらない。はい、俺一番面白いのバル動画だと思ってますから。はい、さあ A4 が、今 A4 か、中村さんか、どっちだ今。 A4 さんだよね、今ね。はい、この色は A4 さんだ。なんで俺 A4 さんって言わなきゃいけないんだよ。なんであいつに3って言わなきゃいけないんだよ、お前。とりあえず A4 早く買え。上がってこい、早く。はい、A4 上がってこい。あっと、これはしっかり上取った。そして、うん、わかんねえ、これ。これが。なので、空中当てた方が勝ちということでね。だからリバーサルで出した方が勝ちということでね。さあ、あれどっちだ、A4 だよね。A4 勝ってるよね。さあ、うまい、A4 逃げた。はい、中村さん苦笑いしております。はい、 A4 がそしたらね、上がってきたばかりでプラス1になりました。そしてグッチさんと、また龍だね、龍多いね。ブランカで名勝になってほしい。
そうだね、なんとこ強キャラしかいないんで、名称が名称だからね、はい、しっかり上がってきてほしいですね。中村ブランカ、A4 ブランカ両方とも上がってきてほしいもんです、はい、私みたいにね、クソブラ、クソブラじゃない、クソキャラね、ばかりでもつまんないだろうから。ブランカでこのルールはほんときついと、絶対リュウと当たるんで。そうだね、リュウ絶対当たるからね、リュウガイル、まあ、ここを乗り越えてほしいですね。さあ、しっかり押し返す、安心して見てられるぞ、安心して見てる。さあ、フェイントいつ飛んでくるかわからない。さあ、いつ飛んでくるかわからないぞ。さあ、波動拳なかった。そしてまだ投げに行かない。さあ、もう波動打たないのか、波動打たないのか。ここで勝利打ったぞ。あ、終わる。勝手に振り向いたんですかね。そう、勝手に振り向きましたね、今はね。ということは普通に昇龍のコマンドを入力すれば勝手に裏に出るということ で、 そうです、ね、はい。それとも逆ヨガで出たの。逆ヨガじゃないでしょ、あのタイミングは。結構早いでしょ。イキュンって一緒に、ね、一瞬で行っちゃうからね。さあ、しっかり投げる。ここもバイプッシュしてくるよ、ちゃんと。さあ、もう残り少ない。おっと、下段投げれなかったと。しかし下段3段、はい。何お前、お前もタバコ吸うのかよ。さあ、 F4 行くか。おっと、いきなりジャンプしてきた。いきなりジャンプは怖いぞ。さあ、3段決めて、そしてポピュールぞ、ピュールぞ。さあ、我慢した。だが体力6割奪った、7割奪った、8割奪ってますね。さあ、そしてどんどん押し返したいところ。さあ、押し返すぞ。さあ、調子乗ってたら押し返されるぞ。これはもうブランカも攻めないといけない。そうですね、もう体力、さあ、もう一気に体力落ちてきましたね。ダーム、ロケッティア、そして中にはもうさっさと中5層を咎める。音を聞きましたね、今多分ね。さあ、とサプライズスライディングですね、今ね。今は影の後ろ下がろうとして食らったやつ。あ、見事です。さあ、次は誰行くのか。はい、次横ダルシムでございます。もうめんどくさいから継承略しますね、はい。うん、いいよね、 A4 は A4ね、横だるしは横だるしで。はい、年上だろうがね、ごめんなさい。さあ、3段行く。3段行ったか、ピョらない。なかなか神だるしのくせにね、防御薄いくせに粘ってしまいました。さあ、2ヒット、これは運がない。でもあるよね。さあ、しっかり処理るぞ、処理るぞ。さあ、処理るぞ、処理るぞ。さあ、処理るぞ。押し返せばいいんだ。そう、ダメージ取れなくて押し返せばいいんだけれども、さあ、ここは裏回るのか。裏回った。さあ、投げいった。飛びをガードしちゃうと、もうまとまりつかれるっていう。そうですね、頑張って相打ちでもいいから押し返したい。ただ今体力あったが、さあ、先制の電撃分かりません。4段決めた。はいはいはい、とまだ残っている。まあ、どうせまあ相打ち格好でいくんでしょう、どうせ。ローリング削りでいいですかね。はい、ダイヤ、ダイね、ダイパンなど、まあ、周り間違いないよと。さあ、処理ましたね。勢いでいきましたね。リュウ、ダルシムと破りますね。はい、続きまして、はい、またね、小江門さんね、はい。これは小江門フェイロン。大きな山が。大変だよね、ブランカね。ブランカ大変だよ。まあ、A4 頑張ってくれ。悪いけど、A4 応援するぞ。さあ、やっぱりね、バックスラッシュ、バックスラッシュっていうのかな、バックステを見るとね、とりあえず出しとこうと、2本目までは。3本出してもいいんだから、なかなかね、しっかりしてますね、これはね。攻撃が持続すると。もうサプライズでね。劣化に何もできないっていうのがね。サプライズバックステップがもうサプライズじゃなくなっちゃいますからね、あれね。さあ、圧倒的に押し込まれる。さあ、コエモンが、今先制取るぞ。さあ、落ち着いてどっしり構えて。A4 は粘って粘って隙を見せる、見せるじゃないね、隙を突きっていく。ブランカ側は何を考えて戦ったらいいのかよく分かんないですよ。まあ、あれに当てるしかないでしょう、頑張って。どうやってダメージを取るの。 あの削りに対していく。で、向こうは支援をやる。そして押し込まれるとやっぱ面倒くさいので、それを押し返そうとフェイロンも押し返すと。でもね、もうこの体力差だったらね、押す必要がないので、あまり触れないでしょ。確定状況しかね、押す必要ないので、ね、安全で逃げると。さあ、しっかりここはリスクを犯してきた。まあ、うまいですね。リスクを犯したんだったら、それはね、取られてもしょうがない。あれ、
さっきジャイアンさん見た気がするんだけど、降格したはずなんだけど、もうゼロに戻っ、もう戻ってきてる。もう早いね、やっぱね。ジャイアンさんもかなり仕上がってるなっていう印象を受けるんですけど、それは困るな、明日大変だぞ。ダルシム2体いるんだぞ。もう1年ぐらい頑張って練習してね、粘ってくれんかな。でもヘイロン戦はさすがに、ヘイロン戦はちょっとジャイアンさんがやってないときに進み、ヘイロン側がちょっと進みすぎたから。そう、ヘイロン側進みすぎてますからね。はい、ヘイロンをしっかりね作り上げたの。誰なんだ、でも作り上げたの。話想像声も声もおカフェイ、おカフェイか、みんなそこ作ってきましたからね、さすがです。さあ、いつでもこれでも怖いよね、一発で死ぬんだから。さあ、もうでもないぞ、もうないぞ。でもでもフェイロン戦あれ当たってない、当たってる、当たらないんだね。あれフェイロン戦全一はカーシムさんって聞いたんですよ。え、カーシムさんが全一らしいです、フェイロン。やっぱ総課税なんで、やっぱやってるんですよ。さあ、これめくって繋がんなかった。さあ、秒リーチだぞ。さあ、だからそこはシエンでしっかり追い返したね。見てましたと、シエン、もうバレるぞ。おっと、受け取れてない。よく見て前来る。そしてもう追い返すだけだ。あ、怖いぞ。まだ3ドットか。でも3ドットはあるな。4ドットが1回削られると危ないのか。さあ、お互い危ないぞ。さあ、出なかった。はい、おいって言いましたね、今ね。はい、出してみたけど出なかった。プレッシャーですね。はい、すごい、やったよ、出なかった。はい、プレッシャーですね。出ない読みですね。出ない読みですね。出ない読みです。はい、全く意味不明ですけどね。はい、出ない読み。はい、まあ、ジャイアンプレッシャーってね、やっぱね、プレッシャーやっぱジャイアンって名前は怖いですからね。はい、私たちのび太くんは怖いです、やっぱり。レジェンドですからね。レジェンドですからね。さあ、そしてグッチさんが来た。さあ、ダルシム、ここで稼ぐか、有利なところで稼いとくか。はい、グッチさん降格リーチということで、はい、ちょっと運がないですね、これね。巡り合わせ大事です。ダルシムっていう。さあ、うまいことスクロールを使った、いいところに着地する。押し込むぞ。さあ、スラストスラストで、お前は前に来ないのか。相打ちで OK。 さあ、でも溜まったから、もうまたなんか暴発したのか。さあ、暴発はちょっとね、よろしくないですね。さあ、暴発はしないように気をつけていきたいとゴールです。さあ、溜める溜める溜める。はい、溜めるぞ溜めるぞ。さあ、溜めるぞ。おっと、ちょっと目の前に火があったと。さあ、溜める溜める。さあ、だがちょっと溜まってないぞ。溜まってないから攻められている。さあ、一気に減ってしまった。溜まったとは減らしてしまった。さあ、もう後はない、もう後はない。あとは波動拳相打ちで OK。 盤石ですね。さあ、当たったぞ。さあ、近づいて中ゴス、そしてバイプッシュしたいところをしっかりとがめたと。まあ、それはね、スラストで拒否が大成功です、ね。まあ、大ゴスしかないですから。さすがリフレアス。はい、大ゴスで反応できるかどうかが勝負ですからね。あそこにシンク来られたら終わってますから。なんかコメントで青いバルログがチャリウに負けてる動画が、あ、ちゃんとお答えしましたよ、それは。はい、あ、いいよ、ちゃんと言ってやったよ。はい、チャリウって言ってもあれ伊藤だからな、あれが。スタちゃんじゃないから伊藤だからな、あれは。はい、はい、そして、はい、真岡 A4。 はい、この色は A4、 みんなもう分かるよね。さあ、2択外して、さあ、そして1、2、3と。お、こっちは減るのか、どうか。追い打ちをしな、ね、されないようにしたんです今ね。ぬるっと近づいてくるんですよね、 A4 の場合。本当に獣のようにね。はい、またしてもここでサプライズ電撃。あ、今うまいっすね。はい、力でねじ伏せに行きたい、力でねじ伏せに行きたい。相打ち上等、対空の使い分けが本当ジャイアンさんうまいっすね。さあ、ここはガードしかない。この使い分け、七色の対空っていうんですか。ああ、もうないぞ、もうないぞ。本当うまいっすね。はい、うまいっすね。さあ、安心の今ダルシムでしたね、今ね。触らせないですね、ダルシム。さあ、相打ちで OK、相打ちで OK、相打ちで OK。 あ、いいぞいいぞ。もうめちゃくちゃ減ってんだ。うわ、減る減る。もうやばいぞ、これは。火力差がやばい、相打ちがやばい、相打ちがやばい。さあ、しっかり追い返すぞ。もううまいっすね。さあ、並んだ。あと踏んでしまった、ちょっと運がないな、今は。いろんな技を使い分けて
あ、また踏んだ。タイミングバッチリですね。さすがじゃあファイヤーの吹き方がいいんですね、多分ね。うまいな。はい。さあ、だからこれ危ないぞ。危ないぞこれ。残った。なんです。やっぱりダルシムは攻撃力がないと。火力がやばい。はい、私喉枯れてきましたんで、あ、ドベマイさんよろしくお願いします。わかる、喉枯れてるよね完全に今。はい、はい、やめます。さあ川又さんの竜ですね。ジュース買ってくるわ。さあ先ほどは A4 が勝ったが、また波動を波動に飛びを通して A4 が一本先取。わーっとまた飛び落として、これはきついですね。さあでも龍もこっからまだいけるぞ、まだ時間はある。そう、さあ分からなくなった。歩いてガード、ガード。さあ期待値ローリングはガードして、あ、全く分からなくなった真空。おーっと今のは見てからなのか、リバーラン見てから真空。さすがですね。さあしっかり昇竜が出る。あっと、さあ、あ、歩きだよし、うまいですね。さあこれはブランカさすがに、さあ、まあ、噛まれても OK だが、ちょっと攻めきれなかったか。さあないじゃん、ロケッティアで川村さんの勝利。A4 の次は中村ブランカですね。さあ A4 とはちょっと動きが違うのか。さあ台足で相打ち。やっぱこう、さあ飛びを通す。もう勝ちです。ブランカが勝つときは圧勝が多いですね。さあ波動で追い返す。飛びを通すか前捨てで噛むかリバランを当てるかぐらいしかないですね。ああ、なるほど、 X ゲーマーさんが書いてくれてますね。はい、ちゃんとあの外国の方にも分かるように、はい、X ゲームで書いてくれてます。ありがとうございますね。はい、私の動画もいろいろお世話になりましたけども。さあとりあえず私カフェオレ飲んで。早い、髪の連打が早いですね。髪の連打早かったですね今ね。はい、さあオペマさん、はい、ブラック買ってきたよ。はい、はい、私はお子ちゃまでカフェオレですから。マーさんごちそうさまです。誰がおごると言った。お前これ小戦で覚えておくよこれ。小戦で負けろよ、これ星3つ分だから。小戦やるでしょ。やらないの、やらないの。うちらだって来ない間にもあと誰か牽制作るでしょ。何人集まったらやるとかあるんだ。さあ分かんないですね、時間であるのかな。まあ、現在名称は真央、瀬尾さん、自分の3人ですね。で、ヒデ君がヒデまだだよ。名称4人で瀬尾さんでしょ。いやだ、ヒデ君が王者プラスなんとかで、ああ王者ね、まあ、もうすぐ名勝負。さあヒデさんもうちょいだから頑張ってほしいよね。ここはね盤石な試合だとですね。はい、ヒデ VS 中ムート。ごめんね、説明してなかったね。はい、はい、押し返せなかったぞ。おい、
飛びをミスったのか。アントミナコンサートもしかかわせるのかこれ。かわせないよねやっぱね。さっきアントミミスったんだよね。アントミじゃないんだけど。距離が近すぎたね。あ、距離が近すぎたと。ジャンプ大パンダ。逃げる、しっかり逃げれなかった。さあしっかりここ逃げた、うまいやだね今ね。あ、また溜め直し。だから溜めればいいんだよ。溜め直し、溜めればいいんだよ。さあ早い、打ち方が早いんだから溜まるのも早いはず。今追い返しが、さあ運がない。チフレのところでしっかり決める。しっかりしてますね。はい、中村ブランカの後は A4 ブランカと。はい、なんか少なくな、人数減ってきますよ。まあそれは落ちていくでしょ、どんどんね。上の人が勝つということは下の人は、ま、ブランカ率がかなり高いんですけど。はい、ブランカ率高いですね。ということは A4 たちが強いということで、ね、A4 仲間が強いと。キャラ差をものともしないという A4 さすがでございます。さあヒデはここで勝っておきたいよね。でもね、もうそろそろね、なんか下がりながらこう打つのがブランカ側がめっちゃきつい。今すごいね、連続ガードだよ。連続ガード、しかも離れるから気候も溜まってるし、今の欲しいね。今のあれ見ててかっこよかった。だからそれかっこ悪いね。さあうまい、裏をかいて前に逃げる。裏をかいて、あれは信じよう、あれはミスじゃない。裏をかいて前に逃げたんだ、あれは。さあでも今度は反応して飛んでくるぞ、今度は飛んでくるぞ。ほら飛んできた。あーこれ痛い。さあ痛い、あとはもう、まあ、しっかり返しました、ここはね。さあまた溜めて、あと重なってない。さあ百列が邪魔になってんだ結局。百列は短くだねやっぱね。百列の隙に飛ばれちゃうからやっぱり。そう溜めれ、いいんだよそれで、いいんだよそれでね。一気に減った。さあここから勝負だ。あっと前来てしまった、危ない。ナイスフォローですね。うまいですね、試合運びがうまいですね。やっぱりね、草より強いんじゃね。草より、名称草より強いですね。お、名称草より強いんじゃねえかな。名称草はなんか逃げたらしいですけど、今日なんか結局飲みに行ったって言ってるけどさ多分ね、俺たちが来ること分かってて飲みを入れたんだと思うよ。小賢しいですね、あいつは。はい、まったくな、本当にね。まあでもあいつ一応ね、顔出したからね、ああ俺が来いって言ったらちゃんと顔出したからあいつ偉いね。さあしっかり打ち返す。さあもう互角だけれども、互角ということはチュンリーが優勢。さあ下段を入れたけれども意味はない。さあ飛んでくるぞこんなもん。あ、逃げろ逃げろ、何やってんだ、逃げろよ。ちょっと最後歩いてたよ、はい、あれはくぐれないですよ、さすがに。うん、なんか勝手に捕まったって感じでしたね今ね。なんか投げに行ったのかな最後。いや、なんか通常で落とそうとしたけれども、やっぱり飛距離がもうなかったと。もう目の前にいたと。うん、もう一回ジャンプですあれは。 A4 もちゃんと見てるもん、立ったの。 A4 はね、捕まえようと必死だったわけなんですから、あれはそしたらなんかキャーッと思ったらA4 ラッキーですあれは、完全に。さあ処理出るか、処理出るか。先ほどはジャイアンさん処理出るか、はい、さあ処理出るか。もう処理出るしかしていってないよね。なんか火力が、さあキャ、火力差がやばいんですよ、ね、こういう感じです。さすがジャイアンさんですね。でもね、ここねもう結構追い詰めてますから。ただ一歩やっぱりね、ちょっと完璧にさばかないとダメっていう、はい、さあ3発と1発があれだよお前。4発と1発、うん、あれ4発と1発だから、5発と1発、はい、6発と3発、6発と3発、はい、6発と3発があれです。削りは含みません。ガードするよりはマシっていうね。やだねこれ本当にね。さあもうあとファイヤーで終わりだ。さあ投げた、しっかり投げる。さあまあしゃあないね、うん、もうあれは行くしかない、ね、まあどうせ来るだろう、来るし行くしかねえだからね。やっぱね、あそこ待ってる、そんな余裕はね。ファイヤーモードで終わるからな。やっぱ対空張ってるとああいう前捨てが通る。まあ対空張ってるとね、うん、ただ今ファイヤーモールだからね。まずジャンプから始まる。さあ一気に、さあ投げるか、投げるわね、まずね。噛まれて、さあどうする。さあ投げをプッシュ、ダイパイプね、投げを行ったけれどもしっかり、うまいする。やっぱりニスラは、ニス2フレのスラストはやっぱ早いよ。あ今と間に合ったね。ここしかないっていうね。今だって前転したかったよね、絶対今前転したかったよね。うん、全然したかったけども。いやだからあのファイヤーで暗い判定前出るんで、だいぶ遠くから。違う違う、ピヨリピヨリ最後ね、あれよく間に合ったなと思ってさ、すごいギリギリの中キックだったからさね。はい、同キャラ大キック、
え、大キック中キック最後ね、あれよう間に合ったなとこって。はい、獣の戦いです。はい、獣道、はい、獣道ですね。はい、小坂関係ねえじゃん。本当なんか理論派と本能派って感じで面白いです。はい、理論派と本能です。はい、本能の A4 です。間違いないです。本能の A4 です。本能って言ってもちゃんと考えてるんですけどね、やっぱり、うん、考えてる本能だからね、一応ね、考えた上で、はい、本能的に、はい、動くっていう。まあ今スパコン出したかったところですね、中村さんも多分ね。あ、違うか、今なんかスパ溜まってなかったね、ごめんなさい。さあ逆見たけども、なんだこの戦いは。もう本当に、ね、結構バルバルもに近いかもしれないですね。何やってるか分かんない、うん、何やってるか分かんないよね。はい、何やってるか分かんないよね。はい、投げ、なんかやっぱり遠方の方が勢いって強そうに見えるね、ここはね。理論よりもさっさと攻撃して殺すという。ただ、さあここで、ただこれ削れないもんな、スパコンでも。はい、しっかり迎え撃ったね、今ね。おっと、F4 中村戦で2連勝ですね、これね。やっぱ F4 強いな。名称に上がってるだけあるわ、やっぱり。あ、王者昇格、あと5回。いや、モサ昇格。モサ昇格だから、A4 も、次王者。A4 モサか。さっき上がってきたわけよ。あ、そっか。まあでも順当に勝ち進んでるってことだよね。こんなあのキャラさんのないだからね、本当に。コメントで本名を書くのやめてください、山田さん。はい、本名を書いてダメですよ。はい、あ、今すぐ削除しましょうね。ゆずるか、これは個人情報なんで山中さんって書くのやめてください。はい、ね、ゆずる誰だっけな、ゆずるは。あいつの本名を探すか、じゃあ。山までは同じですけど、山までは同じだね。はい、以上です。はい、しっかり、おい、ちゃんと中継しろよ、中継。実況ね、実況ね、実況中継。 なぜかまた A4 が勝っているという。これもさ、もうブランカのさ、苦手なキャラしかいねえんじゃないの。本当だよ、ニュー。でも A4 よう頑張ったんだよ、本当に。フェイロンってなんだろうね、これ。フェイロン側もじゃあしっかりあの楽しちゃダメってことだね、もうね、これは。しかも、ね、はい、まあ、しっかり上は通しません。まあ飛ぶしかねえからな、飛ぶしかねえ、行くしかねえだよね。でも61秒あったらいけるか。さあこれはガードスクラがちゃんと読み合いになってる。あれ映り取れないんだね。おっと、サプライズをさらに投げ返す、あちらへ道具やね、完全にね。おっと、これは見ながら余裕でした。コマンドだけ入れてボタンを押すだけっていう。はい、私も相当切られてましたからね、あれね。甘いのローリング、甘いじゃねえだろうとね。はい、あと、まあ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 、これはピオラない。さあピオラないね。さあどっちに張ってんだ。さあ小山どっちに張ってるんだ。あとまたトースが減らない。さあ一匹出る。さあここは、あと、おいおい、なんだ今のは。これは多分スパコンだと思った。向こうもスパコンだと思ったんだよね、多分削りだから。だから小山今スパコンだったの。これ違うのね、劣化圏ね、劣化3発だとね。スパコン同士が出たら交差するんか。そう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 、なもんで F4 が通り過ぎちゃうから勝っちゃうんだよね。さあ久々にコエモンがブランカを倒して、はい、またダルシム、はい、処理たい。さあね、ジャイアンさんもそろそろ慣れてくる頃でしょう。お前はこうしてくるんだ、なるほど、分かったぞと。ほんとうまいですね、フェイロン戦が。まあ一気にですからね。さあうまいこと乗せた。そしてはい、まあ完璧ですね。はい、おっと、ちらっと見たら今教授が初段から5段のところにいるぞ。はい、つわものから落ちましたね、だいぶね。これも2つ屈指の理論派同士ですかね。さあ危ね、今のは危なかった。一発で済んで運が良かったですね。はい、運がなかったこういうもんでした ね、これは軟弱ですね。小高さんが東西戦で本名をぶっぱしてますね。はい、あんたもうね、あの卒の鏡ながら小高さんね、そんなぶっぱやめましょうね、本当にね。意味不明なことは言っていいですけれども、はい、そこはね、マナーを守っておきましょうね。
これは初めてかな、中村さん対初めてか、いや、何回かやってると思うけれども。さあ、三段はいかないが、さあ、おっと、地下落とす、ここは体育で。さあ、掴む、掴む、掴む、はい、掴む、噛む。さあ、もう後ろに、はい、背水の陣となっている。背水の陣、はい。さあ、相打ちで OK、相打ちで OK、どこで相打ちになっていくんだ。はい、ここで相打ち、ここで削りのつもりだったと。これ、相打ち取れない体力になると、もうちょっと絶望感あるんですよ。だから、いかにリードするか。うん。あ、なんか来たよ。今モノセンどういうメンツって。はい、ニカさん、ニカさん、今ね、ちょっと実況で教えてほしいんだけどさ、モノセン誰がいるっていうことなんだけど。中村小右衛門、川又秀、 A4 ジャイ、田所、 MR 横。はい、以上のメンツです。私も覚えきれませんでしたけども、まあね、2カ所でやってますから。二大進行なんで配信に出ない人も結構います。はいね、配信出ない人はね、ちょっとね、シャイな方ということだよね。皆さん我慢してください。はい、というわけで、ね、はい、ダルシムが、はい、取り返す。ジャイアンさんですね、はい、取り返す。さあ、中村さんも負けてられない。さあ、突っ込むぞ、突っ込むぞ、突っ込むぞ。あ、突っ込んできた、逆に突っ込んできた。さすがジャイアンさん、攻撃型ダルシム分かってらっしゃる、攻撃型ダルシム。さあ、ここは行きたい。わざと飛ばしたな、今のは。さあ、もう相打ちで OK。 今度はダルシム側が相打ちで OK を無理くり投げてきた。さあ、どうする。はい、2振れば早いね、やっぱりね。田所ガエルいますかって書いてあるけど、田所さんいます。はい、今からです。はい、今から、はい、今から田所ガエルです。はい、今から田所さん入ります。はい、いいね、お前ちゃんと英語読めるからいいよね。俺英語読めねえから。プレゼント、プレゼントっていうのは今いる、存在する、存在するっていう。うん、なんでお前に英語教えなかったね。いいやん、別に実況しようね。実況でも英語でもね、あ、いい、別にいいじゃないですか。私外国に向けてね、練習中ですから。ただ絶望的なカードは繰り続けられてますけど、うん、だから実況いるこれだから。はい、いや、でもいい勝負してますよ。いい勝負、いい勝負だったら、まあね、別にそんなね、が多分ダルシムいっちゃうでしょう。所詮いい勝負で終わるから、さあ、しゃあないよ。所詮いい勝負でね。おと、友田さんが見えましたね。はい、友田さんどこにいる今。友田さんゼロ段、的な画面端。なんだよ、友田さん来たけど今からじゃねえかよ。間に合わねえじゃん、こんなん。だけど友田さん30連勝ぐらいしてね。はい、友田ベガさん、友田ベガさん、はい、ゼロ段からいきます。初段から。おっと、さあ、めくる。あ、これ、ま、あ、 あれでも今表、今表、表なの今。おっと、はい、投げるしかねえよな。はい、でも表、はい、ガール取り返した。はい、いいサマーでしたね。さあ、ジャイアンさん、プレッシャーかかるか、プレッシャーかかるか。うん、まあ普通かからねえよな。悪いけど、さすがにガエルではプレッシャーかかんねえわな。リードしちゃうともう余裕あるし。うん、はい、もう安全にね。はい、安全に、はい、安全に。これは死ぬほどジャイアンさんやってるんだ。仕事、うん、作業、作業、はい、そうね、仕事作業ね。はい、ファイヤーモード。おっと、近づいた、近づいた。こんな無理していかなくてもいいじゃん。はいね、空中で当たったらこっちが有利だかな。あれ確定、最後は確定、最後はクライスラストは、クライスラスト確定。最強の初段、最悪だね、あれさすがに。これでクライスラスト確定っておかしいよね、あれ。いくら最強の初段って誰のこと言ってる。はい、友田ベガさんですね。はい、最強の初段、皆さんね、大迷惑ですね、本当にね。ベガいないんで上がってきてください。はい、ベガヤね、上がってきてほしいですね。はい、また小右衛門さんですね。はい、さあ、しっかりお釣りを通る、そして追い返すと。さあ、引っかかった。さあ、ここで、あーっと、さあ、決まった。しっかり目押し、これもう目押しね、失敗するってのはもうありえないんだろうね、多分ね、このレベル的には。
じゃあ今離れたからね、遠かったからね、今遠かったから画面端だったら繋がれるから。さあ避けた、ガードするかと思ったら避けた。さあヒットヒット、ファイヤー打つのも本当怖いんですよね。そうだね、さあ処理なかった、投げてくるか、あとおっとバイプッシュした、そしてバイプッシュするか、様子を見て手前落ち、やっぱり支援さっき怖いですからね、支援が怖い。さあ乗った、さあ来た、さあ来た、あらお疲れ様。あれなんですよね、もう一回飛ばれるともう終わっちゃうっていうね。もうなんか誰しも有利につけたくないよね、こんなんでね。しかもこれかなり遠間からあのジャンプ中キックが当たるんですよ、歩きジャンプ中キックが。バカだね。はい、ヒデチュン、さあ、あ、これカラキャンテンション見えるね、カラキャンテンション。まあ、くぐったね今のは。さあ逃げる逃げる、これは逃げる戦いなのか俺には分からんぞ全く。落ち着いてチュンリンが落ち着くんじゃないのかこれは。あ今ミスった、あこれまずいね。さあ大キックスカルちゃんと回り欲しい。さあ今のねスカッシュテンション見た今、だいぶこれ普段コエモンが勝ってるらしいですよ。もうこれフェイロン有利でいいんじゃねえじゃん。何それともヒデチュンがぬるいのかこれ、草中がぬるいのか、はい、セロ中がぬるいのかこれは。かなり苦手なんで、あやばいってやばいって、あやばいって、はい、これひどいっすよ。あ有利なのかなこれ、これひどい。はいお疲れ様。あお疲れ、まあこれは苦手っていう感じですね。まあとりあえずあのね、ええどっち、あのカラキャンテンション覚えとけよ。はいはい、もう完全に養分扱いしております。はい、こういうもんが完全にヒデを養分扱い。さあこれもなかなか面白い、はい、いいでしょう系ですね。はい、川俣さん対小山、はい川俣さんですね。これは優位有利らしいね、なんかね。まあそりゃそうじゃないって感じなんですけど、ね、まあね、チューブでフェイルのことわからんねえな全くな。まあ押し返して前歩くところはやっぱり台足なんだろうね。立ち台系でアイスされに行ったもん。あれ取れるの？あのチュンリーとかやと取れる。竜も取れるってこと？まあ、完全に負けたよ今。タイミングバッチリじゃなかった今。取れるからやってるんじゃない。もう一回見てみましょう。ダイヤシスカリに劣化圏3発で痛すぎます。これどうすんの？はいはいはい、はい、おい、お疲れ様。マジでか？おっとあるのか？なかったな。でもまだなかったな。なかったな。もう攻撃をやめることができないからな。劣化圏で終わるから。うん。攻撃をやめることはできない。さあもう打つしかね。打つしかね。はい。雨。追いかけてきましたね。なんかあれ勝てそうだったよね今ね。ジャックパンじゃなければ。ガードして。多少出なかった。はい。三五ヒットか。これが痛い。まあ、今よう塗ったね今ね。あとさあサンダービオリンジだ、これ行くしかねえ行くしかねえ。さあ行った、投げた、はいはい、よく投げますよ今ね。やっぱね攻めた方が勝ちだよね、やっぱりリーチの時にね。はい、無理しても攻めるべきでしたね。第5ス投げじゃなくて歩き投げですよ、ね、MOR ガイル、 MOR ガイル、 MOR さんね。はい、さあ伝統の竜ガイル、はい伝統の竜ガイルですね。まあ川松さん勝つでしょう。ここはいくらでも色はだね、川松さん定評あるからね。さあ押していく押していく押していく、そばっとる押し返すがすぐ押し返される、ドンピシャです。歩き台足波動が本当うまいですね。ね、すごいね、自然にやってますね。はい、相当難しいですよ。モアさんのソニックさん、ソニ様が見たいって。え、竜でソニ様できるんだ。さあ画面端に、まあでもやらせないでしょさすがにソニ様なんて。この普通にジャンプなんかしないでしょ。あとこれは使って疲れに台足、何ガエルって書いてあるのこれ。
ートルガイル、タートルガイルって書いてあるけどよくわかんないです。ああ亀になってるガイルね、はい、ああそういうことね、うん、タートルガイルだからね。しっかりね、あの逃げ切る防御型のガイルってことでしょう。おっと今波動が出なかった。さあ押されてるぞ。ああうまい、うまくうまいこれ切れなかったね。中足の戻りに中足、でも中足に中足って入るんだね。ダイヤ車よく見るけど発生が入らない、しっかり強いから。さあお前はどうせ大キック打ってこないんだろうで、大キックの釣りを取って一気に行く。さあここで一気に乗りたかったところだけれども勝利が出なかったと。なんか二ちゃんはダイヤ車使ってるけどね、あそこ地獄の画面足。さあここでいい間合いだ、いい間合いと思いきや一気に来た。あっと危なかった。もうガードした。さあ押し返す、さあ押し返す、距離で歩く。お、うまい。小高スペシャルです、小高スペシャル。はい、小高スペシャルですね。はい、何これみんな使ってるから流行ってんの。あーっとうまいぞ。まあでもね、お互いこれ勝負ですから。あー、はい、見てからでした。さすがですね、最後まで取ってました。打ちたくなるソニック、ね、これ喉乾くんだけどマジで本当に。なんて書いてあるこれ。サラム、サラム、よくわかんない。おい、お前が英語読めなくてどうすんだよ。日本語 OK? You just come。 何これ。あ、じゃあ、スピータスさんが来ましたね、はい、え、どこに沖縄、東京、あの人どこにいんの。沖縄だよ。え、ど、沖縄から来たの。昨日から来てるのかな。あ、本当。よし、じゃあ飲みに行くか、今から今日は。お前やっぱ酒飲まないかなんだろ、スピリターさんおったら、本当に。スピリターさん、この間シャトルにも来ていただいてます。はい、来てますからね、ありがとうございます、本当にね。と言ってる間に川又さんが、はい、行きましたね。魔王ガイルは何段相当ですか。まあ、ガイル使えません、この人。はい、誰だこいつ、さっきからおってんな。また、あ、魔王ガイルだろ、これ。超初心者です。はい。これ誰や、多分ユーズルやな、多分あいつ、だってあいつ参加してねえだろ、あいつ。マオガエルは段持ちじゃなくて9ですね。3級ぐらいですね。そうやね、ストツンのこと知ってる時点で一応9は持ってるよね。3級ぐらいいくか。あ、ちょっと待って、 LINE で今ね、マオ君に時間合わせますって、タマちゃんから来たから。さあ、川松さんがダルシムを倒す。明日タマちゃんとガチるのか俺。明日ランブルだな。よし、ランブルって何だっけ。回転、まさに逆。タバコ、タバコ逆、危ないよ。中村さん高確率、あんたいつの間に。しかも流線だが、やつならやって、先導ならやってくれる。落ちてすぐ上がってくるよ、多分ね。落ちてもすぐ上がってくるよね、この人は。まだ落ちてないよね、中村さんね。粘ってるからすごいよね。ジャイアンさんも、お前も落ちたよな、そういえばな。お前な、速攻で。今日なんかバルドクに全敗してます。そうだよね。そうしたことはすぐ上がってきやがったからって。青葉さんにも負けました。さあ、川村さん、もう絶好調です。川村さんは本当、戦い方が綺麗ですね。すり足？え？すり足？龍の。すり足？スーッと歩いてくる。あ、スーッとね。スーッと歩いてくる。はい、すり足で。なぎなたの試合で。あ、スーッとね。もう。すり足して打つと伸びたように感じるし。そうだね。川本さんのこの歩きだよ。さあ行った。さあまず削ってここの波動拳一発分にしときたいと。いい作戦だと思います。波動拳一発分にしときたい。ロケッティアー、さあ合格した中村さん。さあ川村さん連勝中、結構連勝してるよね。中村さんがまさかの、うん、ちょっと待って、俺タマちゃんにじゃあ LINE 送らなあかんで。はい、マウ君の時間に合わせます。明日ね、午前中ランブルで対戦だから、お前来んなよ。来ます。もう書いてあるだろ、チームメンバーでも呼んで最終調整だからな。
明日あんまり来なくていいから。てか君らチームメイト同士よ。そうそうそう、なんでチームメイト同士でやるの。まあお互いどんだけ本気でやってるかということをね。そうそうそう、やっぱりね、全キャラいるから。だからそれはおめまえタバコ逆だってだから危ないよ、死ぬよ、死ねばいいのに。さあ A4 だ、さあ A4、 A4、 A4 はまだ残っている。まあだってさっきは王者だってモサか、モサに行ったんだからね、それはまだまだあるよね。でも竜ばっかりやだよね本当にね。さっきもブランカでやったから練習になってるからね、川松さんはね。あ、こういう風にやればいいんだって言って、かついて A4 は見てるわけね、中村戦の試合を見てるわけじゃないから、なかなか難しいとこがあるよねやっぱね、そこはね。で勝ってんのが A4 だね、なんかね、画面半分わかんねえよこれ。はい、首をひねっております川又龍。こいつ中村と違う。さあ今ちょっと半歩下がった。なあリバーライン1点読みでしたね今ね。さあ安全な場所から行く。どうせお前炎でただ単にジャンプしてくるんだろうと、だから俺は波動で削って終わらせると。あと、まあね、しゃあないっすよ。内野手が使ってもだからランブルの回転時間何だってんのだから知らない。どうすんだよ。でタマちゃん明日11時ね。はい、11時ランブル。何見てないんだけど今俺メール打ってるから。はい11時ランブル。はい OK。 あれ F4 勝ってる。 F4 どうしたお前、歩いて噛む。絶好調絶好調絶好調。はい早く上がれしめ。相手がひるんだとこを逃さないですね。さすが獣ですね、嗅覚が鋭いという。はい危ない、俺ここに財布置いてた、盗まれる、危なかった。バカ金入ってんだぞお前今日は。お前今日はね、今日はな、いつもなんて2000円ぐらいしか入ってねえから。いつもあのポイントカードとかで財布パンパンになってます。俺ポイントカードそうねえぞ、悪いけど。だってポンタカードも伝えカードもねえからな俺。さあピオラない。さあ噛んでるカード、早い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 。さあ相打ちで OK、 どんどん行くどんどん行く、どんどん突っ込んでいきたいところ。あ燃えた。さあファイヤー打つのはいつだ。さあそしてバックした。あいうちは取れないところでスライディング対決なあ。今日何時に終わるんだよ、明日11時ランプル聞いたけどさ。俺寝る時間あるか明日。11時からやろうかなと思ったけどさ、早いよな。 あ終わった、一瞬だ。もう実況しろと思うかもしれんけれども、でさっきからねもう似たような試合ばっかだから、ちょっとねたまにはあのオペ前のことを喋、ね、ろうかなと、私のことを喋ろうかなと思いたいんだけど。そやお前重低音なんだっけ、あれ何け、なんて読むんだっけチーム名。スポーツ X10 音部です。10音部か、はい、10音っていう言葉はあるのちゃんと。10音部っていうのは軽音があるからね。ベビーメタルが、うん、昔ベビーメタル10音部って言って。ああはいはい、ベビーメタルの10音って言うんだあれで。でそれのまま部活ということで簡単に言えば、ね、あと A4、はい、が負けたぞ。 A4 去ってた、あっという間に去ってた。トイレかトイレか、あいつなに。いやーまあ、あれはいはいはい、川又龍 VS 山中ブランド。お前が言ったらあかんだろ、ほんとにね。 A4、はい、同士と言いたいぞ、ね、これ絶対譲るだろ。おい、誰だと思うこれ。そもそもスーパーキャンセルワン。おこれ誰だか分からんけど、分かってるやつ探せ。とりあえずこれユーズルだと思ってやるか。あいつ今新潟にいるんだっけ、ユーズル。ヒデチュンでしょ。あ、ヒデチュン、ヒデチュン、ヒデチュン。さあ、チュンリー、あとうまいこと今返したぞ。どうせお前は飛んでくるんだろうね。さあ、まず溜めたい溜めたい溜めたい、はい溜まった。そして突っ込んでくる、2ヒットになる、ピヨってくる1、そして溜まるです。大会本戦で当たる可能性あるんですよ。んこの組み合わせ大会本戦で当たる可能性あります。
1回戦の誰が、あ、マジで、じゃあヒデチームも頑張らなかったここはな、ジャイアンさんも頑張らなかったここはな、ジャイアンさんチーム1回戦で、はい、お互い引き出しを出してね、本当にね、はい、サボっちゃダメだからね、棒立ちしたらダメだからね、ただ、さっきから見てるとジャイアンさん勝ってるんですよ、これ。そうか、でもね、明日戦うからってね、手抜いちゃダメだからね、バレないようにってね、明後日です、はい、分からなくても全力でお願いします。さあ向かい打った、さあ攻撃分けたけども、今テレポしたかったか、それともフワイヤーしたかったのか、今飛行と立ち上げく同時ヒットしました、同時ヒットですね今ね、うわーさあ逃げた、 DJ みたいな逃げ、まあ逃げるよね普通はね、さあファイヤーならなかった、さあここで一気に、まあ溜まるぞ溜まるぞ、戦列が溜まって、お、手前落ち読んだ、しかし失敗した、重なりが失敗した、次どうするんだ、うん、普通に逃げたぞ、ああどう、さあまあ斜め45度、これは取れない、さあ戦列ちゃんと警戒してますね、まあそれはしゃあないですね、はい、あ、あ、あ、画面端だ、逃げる、また戻される、うわ、これもねバグですからね、投げもねしっかりねバグを使いましたね、はい、ちゃんとあの投げを入れてるのはさすがですね、さすがです、掴みじゃなくて、はい、ちょっとこれ喉乾くんだけど本当に、今度オペマになんか買ってこいや、川端龍、はい、川端さんですね、はい、もうすぐ反応したね今ね、スライディングに対してどういう反応してるんだよ、あれね、これ後ろは何、残機ステージ、はい、後ろの小あの後ろのモノ線はブラ、あの残機ステージです、はい、暴れた方が勝ちという、はい、処理する方大変です、完全に処理する方大変です、さあ近くからまず行って、さあ勝負にかけた今、だが今勝負に乗らなかったジャイアン、冷静ですね、まだ違う、あそこは勝負するとこじゃねえと、いい読みでしたね、長かった、何もできない、マジか今のは、なんだ今の、今のフレームに対しては何もすることがないんか、どういうタイミングの読み合いか分かんなかったな今、動いたイコール波動だって向こうね、ジャイアンさんが思ったのか今のは、まあ確かにね、フレヨガインフェルの後にねファイヤー打つこと多いですから、そこをあえて勝利にすることで動いたイコール多分波動と呼んだんでしょう、さあだが、さあロケッティアで突っ込むが突っ込めない、まあしゃあないね、でよかったのかな今のは、さっきのはインフェルノの後のドリルは動いたから波動だと思ったのかな、あれは分かんない、ジャイアンさんモサだそうです、ジャイアンさんモサ、はい、ただいまより一大進行で参ります、じゃあだいぶなんかふるいにかけられたって感じなのかな、ということは6、7段戦が今すごいんだね、コメント欄2人しかいないですけど大丈夫ですか、コメント欄2人しかいないねX ゲーマーズさんとスーパーユーズル、ユーズルこれ、うん、もうユーズルにしとこう、これはユーズルやったら返事せえ、だってさ俺に対して言ってくるんだね、マオガエルどうですかってな、ユーズルあいつ新潟にいるって言ってなかった、新潟にいるけど見てんじゃねえの、奥さんですか、え、奥さんの実家か、あ、奥さんの実家か、実家っていうことはじゃあ見てるな、新婚ですからね、あいつ見てるぞ、じゃあ実家に帰ってんだって見てるじゃねえか、普通に当然暇だろうからさ、新潟のそんなゲーセンね行くより、小鉄に会いに行くよりもさ、平壇戦も気になる、うん、だからユーズル決定だ、実況しろ実況、あ、実況ね、はい、さあ受け身取れなかった A4、 マジでしっかり合わせた、やっぱ根性ですねあれはめっちゃ減るな、さあめくりだめくりだ、だがピョンない、しかも上もいかなかった、もう削って終わりじゃね、いや
マオさん、あのスパコンを投げてましたけど、ブランカの。え、何？スパコンの？ブランカのスパコンを投げてましたけど、あれは狙ってやったんですか？もちろん。だって、で通常技では落とせんからさ、やっぱり。ずらし押し？でももちろんずらし押しだよ。当然ジャンプしてきたらね、あれはブランカなんて外してくるじゃん。上に真上に来るわけがない。それはブランカがこう向かってきたのを見てどの辺で押すんですか、ボタン。で投げ回り、ちゃんと投げ回り、ちゃんと投げ回り。もちろんそんなもん目押しだから分かんないよ。運がいいだけ。まあでも運がいいって言っても4割ぐらい投げれるぞ俺。いや、ただ受け身取られたら美味しくないですけどね。え、受け身取られたら。いやいや、向こうの攻撃だからな、あんなもん。俺ブランカ死ぬんだから、ブランカの最後のスパコンで死ぬんだから、投げるしかないんだから俺は。ブランカの最後出ないとブランカ使ってこねえから、あんなもんスパコンなんて。だからブランカが受け身取れる。うん、そうそう、受け身取られたら、まあでも攻めるしかないからね、こっちは。投げは投げるしかないから。中村さんが受け身取らんかったのは失敗やったなって言ってます。いや、あれ多分普通に死んだでしょ。だから減ったなって。だって中村さんも減ったなって言ってましたから。受け身取り忘れた。いや、し、絶対ない。中村さんが受け身取り忘れなんかないよ。いや、さっき言ってた。バカめバカめえ、よかったよかった。あの時 A4 の相手は誰だ。 A4、 ま、あ、勝てよ、勝て勝て勝て。次じっくり時間かけろよ。メンバーはジャイアンさん、 A4 時間かけろよ。ゴエモン、ヒデ、ギリギリで勝っていって、ギリギリのタイムオーバー勝ちしていって。いやいや、お前うちらがやってないからって、うちらは仕事せなあかんだろこれ。おべち、なんか浜松の方来てます。浜松の方。あ、浜松いる浜松いる、浜松。あれ誰だっけ、あれ誰、あれ何、フェイロン、どっち、ホークどっちやってる。フェイロン、フェイロン。あ、ホークでやってんのね。うん、早く上がってこい。あれ、スピリッターさんはどこ、そこ初段、初段。あ、まだ初段ね。あ、上がってこい。はい、続きました。はい、こういうもん来ました。はい、オペ前トイレに来ました。さあ、様子見だね。さあ、周りの取り合い、お互い近づいてること何回もあったぞ。さあ、ドンピシャ。もうほんと削り力なんだね。まあ投げるしかないのかな。投げに行く前をまず切る。やだね、あれね。あと、手取れない。これさ、どう考えてもフェイロン有利だよね、こんなもん。落ち取れないんだったら、あれ何、あれ歩いてしゃがみダイバーしてんのならすげえ難しいんだけど。もうね、歩いてきたらあれですよね。やることねえじゃん。やることねえ。そっか、ステップしたらあれやればいいもんな。さあ、うまい、ベストのタイミングですね。もう逃げりゃいいだろうと、この体力差は。逃げりゃいいだろうと。もう見てからですね、前髪に上だけ張ってましたね。さあ、時間がない、時間じゃないね、体力がない。さあ、いつ来るんだ、それか、もう時間が過ぎるのか。さあ、陣地も押せない、押せないのもきついね。はい、押せなくて体力がリードされたらもうどうにもならんね。さあ、川間さんの配流来ました。はい、オペ前もうんこから帰ってきました。はい、さあ、一発目をちゃんとスカル周りで待ってたぞ今。あれも俺もね、勉強したいんだよね、一発目のスカルところっていう。はいはいっていう感じで。さあ、ひるんでたか今のは。まさかパーフェクトのやつが来ないだろうと行きました。まさかですね。さあ、鳥かご、鳥かご。さあ、鳥かご、鳥かご。ここでね、ここがベストポジションなのかな、大体の。龍、多分龍の鳥かごのベストポジションなのかな。ジャンプしてきたら大キックってやつかな。
内野サイクの場合をキープ多分そうなのかな、うん、で、あれが食らっても一発だからね、だってで、真空で終わりと完璧ですね完璧ですね完璧ですね。おっと、小右衛門からね、お褒めの言葉、完璧だとだ完璧なんですね、やっぱね。はい、続きまして、はい、ヒデイチュンリヒデイさん、はい、ヒデイチュンリもういい加減どっちか、はい、賞上がれよ、もう本当に川村さんっていくつなんだよ川村さん、まだ川村さん結構勝ってるだろう。え、まだつわものなの。ちょっと二大進行やったんで分かんないです。それは二大進行だからね、向こうでね、負けてたらね、ちょっとね、分かんないけれども、ここでは鎌田さん勝ってるイメージあるからさ。そういえばあれ、真央さん、あの、秀中のと五先動画早く上げてください。やめてそれ、ちょっと今サボってんだから今せっかくあの、秀中が輝いた五先の動画を真央さんまだ温存してますか。温存してる。だってね、今ね、もう真央さんのやることがね、やることっていうかさ、なんだろう、みんなが見てくれるようなものってないからさ、ちょっとなかなかちょっと誰か五先やってくんね、本当に。動画編集ね、若干めんどくさいのもあるけどさ、撮っときたイメージもあったからさ、せっかく来てくれたんだからあげないとさ。あげるよ、あのちゃんとあの後藤さんと二ちゃん両方一緒にあげるからさ、そこはね、フィデチュンの輝かしい、はい、と言っても後藤さんに負けたんだけどね。あれまさにネタバレやりますよ別に見るからいいじゃん、どういう内容でってことだよ。内容見とかな、そんなもんさ、五先見たところでさ、どっち勝ったか誰も興味ねえって、どんな風にやってるかだから。中村さんと、小高、え、小高いる？あ、いるで、え、いる？さあ、小高さんいますね。獣が上がってきますよ。はい、獣上がってきます。ぜひともあの A4 と中村さん対戦してほしいですね。相変わらずあのナイキの服着てますね。ナイキ？あ、ほんとだ、小高上がってきてる。獣道の時もナイキ着てますね。はい、ナイキが多分いいでしょうね。でも本番今日じゃねえぞ本番は今日じゃねえからナイキ着てきていいのか。多分ナイキでしょ。ナイキたくさん持ってるということか。今日、明日、明後日ナイキやと思う。何、同じ服、それとも着替えるのかな。同じ服、別のナイキ、別のナイキね、ほんとね、うん、別のナイキね。さあ、ヒデチュン勝ってますね。さあ、ジャイアンさんまたね、この人すぐ上がってくるよね、やっぱね。はい、ここで上がりたい。ちょっとこれ上見てるから結構首つかれるね。ここ見てもいいんだよね、別に。いや、時間差こっちではないよ。パソコンのこっちの画面にいいんじゃない。これ、ちゃんと出てるんですね、人のプレイヤーの顔も。おい、解説どなたでしょうかって。ワンピー側だけプレイヤーの顔が配信されてます。あ、ほんとね、ワンピー側だけだね。ツーピー側の配信ないんだね、顔が。これ見るとあのマニアセブンを思い出したんですよ。そうだね、これね、マニアセブン思い出したね。マニアさんといえばマニアセブン、ね、はい。あ、これおい、なんか変なこと言ってるの。オペマイさんとよくわからない方です。あ、これ絶対あのユーズルスで、うん、あいつ調子乗っとるでな。解説、あ、マオと、オペマイの、バルバルです。あいつそろそろ除名していいか俺だって入れた覚えねえからさあ、この京太、誰だ京太って。まあ、ありがとうございます。金子京介って書いてるから、あのガイルスカイの人じゃないから。ああ、はい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 、金子ガイルじゃないですか、ね、存じ上げません、ごめんなさい。はい、なんか言ってる間にヒデチュンが圧倒的でしたね、最後はね、連勝。じゃあ、うちらもそろそろ解説慣れてきたから、煽るのをちゃんとね、煽る勉強せなあかんね、ちゃんとね。あ、養分いただきますって、いただきますって言ってるよ。はい、さあ、餌が来ましたよ。餌じゃないね、餌で、あの捕食者やね、捕食者が来ました。はい、捕食者来ました食物連鎖が
実現してしまうのか。あ、さあ、いた。ちゃんと江戸地見習いよ、あれちゃんと中間キャラがキャラカラキャンキャンショー。いいね、声物の煽り大好きよ、そういうのは。ちゃんと煽ってほしいですね、もっとね。だけど煽りないからね、やっぱりね、みんな もっと煽ってほしいよね。あ、でもこの試合はもっと、そう、いいフラグ立てたよ。うん、ありがとう、ありがとう。声物のおかげでね、いいフラグ立ててるからさ、なかなか盛り上がっていこうぜっていうね。で、今カチンとカチンと来ている秀順里。秀順、怒りの秀順激おこです。もうレックなんか、さあここ押す、食らわねえぞって感じですね。さあ引っかかった、あっとこれ出かかりよ、いったしっかりいった。はい、やばいやばい、やばいやばいよ、はい、やばいよ、出川さんやばいよ、出川さんやばいよ、はい、終わり。完敗じゃないですか。そんな干渉されてもよ、負けたって驚くことじゃねえだろこんなもん。そうだね、謝ること大事だね、負けたんだね。はい、捕食者散る、捕食者散るね。はいはい、そうです、川島さんです。あと川島さんも来られましたね。おお、ギリギリだね今。なんか東西線対称線みたいな。さあ、テレポを見てみたい、あなたのテレポを見てみたい。川島さんといえばフェイロン戦ですかね。あ、そうなの。フェイロン戦全員散るらしい。フェイロン戦全員散る。じゃあチュンリー戦は、チュンリー戦は全員知性はないらしい。ピオルド、ピオルド、ピオレよ。さあ、受け身は取ってほしかった。まあ、しゃあないね。まあ、体力差あるから。ちょっと今からね、そういえば、あの、ユーゼルに LINE でも送っとくかな。ユーゼル殺すと。デイヒーエンジンがかかってきましたね。デイヒー、さあ捕まえた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 らもう話しませんよと。おっと、草帰ってきた。あと草、名称草川さん、名称が帰ってきた。はい、名称登場しました。名称登場したね。おー、ありがとうありがとう。マオに会いに来たのね。はい、帰る。今から草が逃げるそうです。もう名称落としとこうぜ、こんなやつ。カーシムさんがお前酒飲んどんだよな、当然な。飲んだ人来ているのね。はい、でもじゃあ草はやんないんだよね。うん、やるね、お前反省してるもんな。ね、反省してるからな。勝てるわけがない、逃げてるだけじゃねえかよ、それ。遊びに来たろうね。え、俺もうすぐ上がったよ、もうショーに上がってるから。これはお見事。商戦まだって言うけど、商戦集まってねえんだよ、まだ人が。人が集まってないと思う。モサ、前に、前に。初のダルシム同キャラ戦、新旧ダルシム対決。まあ、これは五分ですね。ヤヤさんやってるよね、確か。うん、そうだね、だよね。おっと、今、運が笑った。あと、まあ、でもあれね、逃げるしかねえからな、あの場所な。さあ、捕まえた。あーと、いや、今上を張ったんじゃない。上張ったんじゃない今。そうだね、だってドリルが刺さるから。だってキックだよ。スパコンゲージなかった。それがスパコンゲージ溜めたかか。そうやね。さあ押している、押している。おっと、なんだよ、くぐろうとしたのか。超低空で当たってる、すげえ。動きがシンクロしてます。おい、すげえ掴んだ。さあ、2ヒットだよね、これね。おい、2ヒット。まあでも一発はあるよね。なんで逃げたのかな、でも。さあ、もうないぞ、もうないぞ。これはもう相打ちも取れない。相打ち取れないですね。もう相打ちでもうね、いいっすね。さあ、ジャイアンさんいくぞ。これから、これからスパートをかけるのか。そして、こういうもんが来る。はい、まず水飲んで落ち着いて、
俺も飲みたくなってきたな。これ視聴者100万人って100万人だね。え、なんでそんなにいるの。違うでしょ、100万回って。100万回、いや100万回っていうか、このチャンネルの総合計今見てるのが77人ってことかな。ちょっとお見舞い喉乾いたんだけど、実況しますよ、実況。さあ来た、あっと繋がらなかったよ今完全に。さあご利用し、もうできない。そう、もうご利用しはできないね、今のね。ああいう取れなかったから。さあ太陽、太陽、さあうまいこと太陽。すんげえ減った、あれ誰しもの攻撃か、あれ。さあ2ヒットしないからちょっと大変だこれは。ちゃんと下がって打ってますね。おお、当たった。さあ踏んだぞ、さあ溜まったぞ、さあ決まった。もうこれはね、うん、なんか結構バイソンが、バイソンダルシムに似てるかな、これ戦いが。さあ2回連続で、さあ3回連続来た。そしてどんどん端に収めた。さあきつい、1回飛ばれるともきついところは。さあここで晴れた、ここで来た。逃げた、うまいですね今ね、完璧な場所です。そうだね、さっきまで使ってなかったから完璧な場所です。さあ2とピオリジだ、うまい。さあピョッター最後投げて終わりだ。さあどんどん連勝を重ねていく、星を重ねていくジャイアンさん、見応えありますね。さあそして中村さん、はい、そして私喉乾くから買ってくるわ。またお前何飲む、まだある、分かった。さあ中村さんが再び上がってきて、カブー逃げジャンプダイバー、うまいですね。さあ逃げジャンプダイバーとスライディングを使い分ける。体力差はかなりある。スライディング耐久できない飛び方ですね。危ない、めくりはガード、ガード、あー2回目のめくりは食らって、これは絶望的なんで中村さん勝利。さあ友澤さんが早速上がってきましたね。初のベガです。いきなりブランカですけどね、だいぶベガがきついかです。さあで、これは絶望。友田さんもういるよ。早あれこれゼロ段から初段から始めてるのにもういるよ。さすがです。なんだこのベガ。すげえな。ただこのモノ戦ブランカ2体いますからね。
まあ、結構きついだろうね。メガにとっては地獄ですけど。さあ突っ込んだ。おっと。さあ行くぞ。逃げる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 。さあ頑張って相打ちを取りたい。頑張って相打ちを取りたい。読み切れるか。ベガ読み切れるか。あとに使ったぞ。そしたら来るに決まってる。あと使ったところをボタンが早かった。さあ取り返したぞ。さあ友田ベガ、はい、いい感じで。うまいぞ。さあ2ヒット、うまいこといった。今のは今のうまい。前に来たぞ。ちょっとずらしたらあれ。ああと第3弾が入ってまだめくり分かってねえな。今俺分かんなかった、めくりが。さあ踏んだ、前行った、わざわざ前行ったぞ。あんなもんば分かるわけねえだろ。あんなもん、うまい。さあこそちょっと投げをしっかり読まれている。さあ行くぞ。さあ逃げた。あ、中も読み切った。あれ結局2大進行してるね、はい、後ろでも今小右衛門がやってるから2大進行やってんだね。人数が増えたのでまた2大進行に戻った。さあ獣が来ました。あ、獣来た。獣だ、獣だね。獣対リ、はい、あ、こだ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 、獣対獣ですね。さあこれはでも、はい、本当にいい勝負かな。まあブランカ戦、まあ普段やってんのかな、やっぱり赤村さんとやってるでしょ。うん、ダイアンさんおかえり、お疲れ様です、ありがとうございます。また、はい、さあ獣が完璧な試合運びをして、しっかり守ってますね。あ、だがこれは、わーっと、うん、今なんだ、ダブルか今のは。それでも読み、ダイヤさん読み、完全に読み、ダイヤ足出すんだよ、はい、ちょっと浮かつやったか。さあ反対へ行った、もう逃げるぜ。三段と、はい、ブランカに3段、うん、読み切ったね今のね。バーラン読みの飛びっすか。さあ端っこへ、まずまず端っこへ行った。さあソニックも打たない、ソニックを打たない、うん、ソニック打たないね、やっぱりね。ソニックと飛ばれるからね。こんなバン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 、やっぱりね、雑巾がけの間合いをね。なんか獣道を思い出しますね。まあでも立った瞬間に行くしかないよね。おっと、なんか手離したか。もうどうするんだろうね。22秒これなくすんだよ、無理でしょ。さすがの獣、うん、小高さんがいるよ、小高さんいるよ。さあ川端龍っていうかさ、今ね VS 自動販売機に来たらさ、もうほとんど売り切れなんだけど、もう第2戦ある時にさ補充しといてほしいよね。ちょっとね、今50人ぐらいいますかね。もう人いるからさ、そういうの。いやだって50本ぐらいあるでしょ。獣同士、はい、獣同士ですね、チームメイト同士、はい。何がチームメイトじゃないか、サシシ君か。チームメイト、チームメイトサシシじゃなかったっけ。まあまあまあ、まあ、うん、よく覚えてないからね、チームチームなんて。さあ真空でいって、さああとは2回削れば終わり。あれ、ダイヤシの多分体育だね、最後波動だね。さあ1本、さあ川又が取って、まあどん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 、さあ相打ちになったから当然上から行く、そして投げると、そしてバイプッシュしてさらに投げる。3段は決まらんね、ちょっとね、うん、今だ、もう分かってるね、当たらないところも。あ、これは当たるでしょう。これは当たるけど、ピオラない。さあ一気に取った、前前歩いていくね。もうソニックは打たないと、ここまで来たら。
おっとソニックス、あーミスったね、痛いぞこれは。いきなりまただ。どうした、緊張してるか。さあ緊張してるから噛み合ってないぞ。なんかこれはもう獣の圧力で、さあ噛み合ってないぞ。さあ追い詰めた。さあこっからだ。さあまず一発目、そして火薬させられるとね。さあこっからだ。硬いっすね。あ、ちょっと使った。さあいつソニックで相打ち取ってくるんだ。ダメージを全然もらわない。今相手ね、ようやく来たね今ソニックはね。さあだ、まだいけるぞ、溜まったんだから。さあここで決められるか。おっと下がってしまった、竜巻じゃなかった。まあ今竜巻でしたからね、今ね多分ね。さすがですねこれは。さあガイルベガ本邦初ですね。バックジャンプ読みの最後、これはきっちりガードして、まあとりあえず最初からもうガエルペースでしょう。で一気に崩すのがベガですから、とりあえずカニが当たればそれで終わり。はい、くしゃらせますね。はい、そうですね。はい、くしゃらせました。ちゃんと2択ってちゃんとね。さあ上から行った、それは落とされるぞ。さあここから、これはきつい。さあここくしゃらしたかった。さあここはそうね、浮いてますからねあれね。今大キックだった、あってほしかったね今ね。さあカニだ。大丈夫。じゃあさすがジャックパンですね。さあここからどうするんだ。投げに行くと見せかけてこれですね。今中足出してますね。さあもう最初の先制は許さないぞと。さあ一気にここで取りたいところ。さあ投げる。おっと、組み取れてない。あの歩き投げはちょっと読めないですね。さあこの今ね、あのパンチの時攻めてきたはずね。対空の強パンチ、それから紛れあたりのパンチから、はい、また来ました。盤石ですね。あっという間に名称になっちゃうんじゃないですか。そうですね、あっという間に名称ですね。ジャイアンさんも帰ったし、うん、そうですね、ジャイアンさんも帰りましたから。これちょっと楽しみな対戦ですね。イエチェンのガイル戦ってなんだろうね、見たことないんだけど俺。まあ、頑張って最速で貯めるという。まあ勝負に出てるねやっぱりね。相手がチュンリーだからかもしれんけど。でまあゆっくり。さあゲージが、うん、まあこっからでしょう。ゲージ溜まっ、いやいや2回も食らったからね。うまい。まあ試合運びが本当うまいですね。間合いがぴったりでしたねこれね。さすが獣ですね。間合い管理完璧ですね。さあでもこっからまず投げる、まあしゃあないですねこれで。そして飛ぶ、投げる、まあこれがセオリーですからね。今の相打ちで、相打ちで OK。 とりあえず投げられたくないからね。素晴らしいです、はい、私もよくやられます。前間違えてるぞ。あれ前歩いたけど、うん。さああっという間にもうのが上がりそうですね。ゴエモンフェイロン対オタカガイですね。マジでちょっと首が痛くなってきた。さあ一気にいく。あっと繋がってない。だからもうナイスフォローだ。マジかよ、大火力だねあれね。投げ返し読みの大進歩ね。そうですね。
さあまた突っ込むぞ、また突っ込むぞ。はい、また突っ込んだ。はい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 と。大支援一発でピアノやばい。この一発だもんね。さあでも獣が5連勝ぐらいしましたね。まあ十分。はい、次川間さんだね。はい、さあさっきからどっち勝ったっけ。これこれさっき川間さんが勝ちました。ああなるほどね。やっぱね、は大足体育の前、うん、で波動打たれるときつそうなんですけど。そうだね、そこまで行くかどうかっていうのが問題だけども、近づくやっぱフェイローズ、うん、まあ、そのために頑張った波動拳で押し返す。でその波動拳を飛ぶか飛ばないからね。今波動拳勝利拳欲しかったけど、今はこの場合はフェイローズね、完全に。さあ近づかれたぞ。さあそう歩いてた歩いてた、あっと来た。最後削った終わりですね。はい、ご了承ですね。今のはちょっと昇竜が出なかったか、暗い投げに行ったらそのまま連続技を食らったって。なかなか、あっても次もベガだ。これベガかなりヤバいんでしょ。いや結構いい勝負じゃないですかこれ。え、マジで。あの大パンとかが嫌なんじゃないの。大パン中パンかは、ベガ有利じゃないですかこれ。ベガ有利なのこれって、なんかユーベガさん言ってたような。ユーベガさんがベガ有利と言っている。俺には分からない。でだって弱パンしかないんじゃないのあれ。大会でもあの小江門くんに俺行くっつって入ってきましたよ。エストでも小江門くんに俺行けるって言って入ってきましたよ。あ、じゃあ行けるんだね。でもあれ無敵だったね今ね。やっぱ暗い判定ないだけあるわ。多分あの支援にダブルニーっていうめちゃめちゃ痛いやつが入る。ダブルニー？ダブルニーが格腕なんですよ、支援ガードしたら。ああ、そうなんだ。あ、そうだね、そう打てない支援か。でも普通になんか大パンの方が強そうだけど、やっぱ大キックの方が強いのかな。あの通常あの差し合いもやっぱカニベガで有利なんですよ、ね、うん、そうかそうか。え、差し合いそうなんだ。よくガードした。よくガードしてるね。投げ返す。さあうまい、反応も早いね。さあ投げる。うまい、ライキック一発でちゃんと入れたね。2発目届かなかった。諦めなかったね今ね。ちゃんと切れたのを見てたのか。分かってた今当たらないこと。あの間合い暴れ、あ、うん、すごいね今ね。体に染み付いてるね。え、体に染み付いてる。さすがですね。劣化が途切れたら、劣化途切れたらっていうからもう途切れることを狙ってる。多分ガード中になるようにってことかな。ゲロイゲロ靴が。はい、ただいまあのね、はい、このベガやる気なくしました今。テンション下がりました。全然いけなくはないですよ。いけるよいけるよ。おっと、うまい。ダブル2でめくる。さあ噛む噛む、そりゃ噛むわな、そりゃ噛むわな。うん、なんで投げ返された。気合ですか多分。あ、ちょっと触っただけなのに。ブラカノが投げ前広いっすか。うん、そうだね。うおーって一気に勝負出た。マジか。しゃーない。マジか、あれ。マオさんだったらこう言います。しゃーない。あれはしゃーないですね。はい。でも、しゃーないっていうラウンドを自分で分かるのは大事です。これはしゃーないよ。しゃーないっす。割り切る。大会でも大事です。あれもうちょっと遅かったらなんか裏表分かんなくなりそうだよね。ただこのさあまあ投げられましょうか。いや、まあ、3段食らった。バレてた。
食らい投げに行ったんだけど3段食らいました。さあとりあえず溜まった。おっと、もしかしてこれはあと捕まえれんかった。ちょっと今もしかして最後が弱気だった。よく粘りましたね。あれ台だったら捕まえれたか。台だったらね、ちょっと弱気だったかな。やるわ。さあグッチさんのリー、あ、なんか こっちの前にお久しぶりだよね。久しぶりに来ましたね。まあこれに関しては A4 頑張れよね。もうグッチさんはもう永遠と、はい、作業作業作業。おっとこれは行ってしまった。寄ってしまってバイプッシュ、はい、一気に取り返す。せっかく作業頑張ってたのにね。はい、作業しましょう作業しましょう。あ、追い返せなかったぞ。波動拳出なかった。はい、昇竜拳、はい、波動拳で押し返す。まあ飛ばれても一発だよと。おっと、ちょっと届いてしまった。何をした今、何を爆発した。そうだね、波動拳で別に追い返しがいないからね。まだ40秒あるからね、多分削りに間に一発当たってくれるんでしょうと。波動を見てから飛べるんですよね、ブランカは。なかなか波動拳の数もね、これですね。さあ龍がまだ取り返す。よく巻き返しましたねこれ。うわ、裏にすごいね、今お互い攻めるところと攻めるところあった、勝ちあったね今ね。さあロケッティアみたいなやつ。さあまあ何かあれば龍は下がればいいからな。さあ一気に突っ込むところをいった。そしてまた押し返す。はい、もう一度下がる。 A 方やりづらいねこれね。さあしっかり押し返す。あっと失敗した。あ、やってしまった。はいはいはい、と。あれはね、分かんないんですよ、表か裏か。ぐるんっていったら裏と思う。いや、ガードは分かるでしょ。いや、分かんない分かんない。ガードは分かるでしょ。今しゃがんでなかった。今のは真正面から普通にまあなんかやろうとしたところを食らっただけだから。さあ、小平門さん、有利なところ見せてください。有利なところを。あれ、有利なところを見せてください。あれ、これってじわじわ取ってくるんじゃないの、フェイロン側が。いいね、バックを見てから2発目は必ずいけるよ。そして2発目ヒット確認の3発。さあ、そして何が一番いいんだろうね。さあ一気にいった。あ、半角。あ、今俺も分かんなかった。うまい。ピヨッタ1、2、3と、はい。さあ一気に取り返す。お互い高火力ですね、本当にね。ピチピチやりながら一気に持っていく。さあ A4 プランが下がったぞ。あー、きついね今のはシーン読んだけれども。さあお次は、なるほどね、どうせお前飛んでくるんだろうと。耐久支援張っとんだけど、ブランカも歩いて飛んだりしてるんで、なかなか張れないですよね。あ、エブダ難しいね、かなりね。さあ来た、めくって投げる。さあ一気にいくか。一気にいった。さすが名将ですからね、元ね。意識の散らし方が本当うまいっすね。だね、意識の散らし方はね。さあここで、はい、カワシムさんのダラシムですね。カワシムって言えばそれが終わりだからね。でもダラシムだから。さあうまいこと処理出るか、それとも勢いでいくのか。勢いでいった。ピョらなかった。そしてさらに追い打ちをかけてピョらしに行ったが、ちょっとリーチが短かった。さあまあ十分でしょう、もう十分でしょう。まあしゃあないですね。はい、じゃあ気を取り直してもう一本。
おっとちょっと電撃長かったぞ。電撃出せますね。まあ電撃今遠かったからスラストでいけんだね。おっと運よく今当たったぞ。今めくったっていうかな、後ろに当たった今。さあ突っ込む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 。さああとはおっとちゃんとすかした時もちゃんと押し込んでますね。反応早い。対空がダルシム側は難しいですよ。難しいねあれはね。もう選択ミスるとそこから通されて、はい、もう3段入れられたり噛まれるんで、まあダルシム難しいとこだからねそれはね。間違えて相打ちでも取った日にはねまたねそれでも負けるから。理想的な動きしてないと。次は、あ次中村さんだね。はい、久しぶりの中村さん久しぶりだね本当にね。A4 が王者プラス3で、名称にもうすぐ。あと2勝じゃねえか A4 頑張れよ。ブランカで名称、ブランカ1人名称上がっとけとりあえず。そしたら中村さんも楽でいけるぜ。ブランカどっかと珍しい。A4 あれ無理してるとこだった。 A4 あれ無理してるとこだったか。あれはだしっかりお連れ取ってる。やっぱりなんか立ち回り A4 ですね完全に。これなんか本能が強いんだね。本能が強い。なんか意識散らしてるね。ああジャンプの通し方がうまいですね。うまいね、うん。中村さん同キャラやってないのかな。そしたらていうか A4 がよくやってるよね。そうジャンプを通し A4 どこでやってんのこれ。すごいね。散らし方うまいわ。上の取り方っていうのかな。そう このバーチカルとかね、ためがないのを確認してバーチカル打ちましたね。で今ためあるから前へ行ってね、ため前へ行ってね、もう削りでいいですからね。もう完璧な立ち回りでしたねこれね。さあ A4 が名将にリーチ、名将にリーチ。シカベガさんだそうです。シカベ、シカベガさん、シカベガ、シカベガさん。ほうきっついね。ベガ、はいはい。あれおっと暗いだけちゃんといったね。暗いだけ。さあもう A4 決めちゃいましょう。これはいくらなんでも、ね、A4 さすがに応援します。友田さん降格しちゃいましたね。まあすぐ上がってくるでしょう。またさっきすぐ上がってきたから。おシャルやってないの、やってないの、なんでやらんの。お酒飲んだからね。あれシャルって確かお前どこだっけ。ダインだよな。まったく本当にお前ら。さあ A4 粘るかこれは。 A4 あれあっと食らってしまった。逃げれなかった。なぜガードを解いたって感じですよ。さあ A4 はリーチがかかっているが、シカベガさんが止めるのか。さあ投げに行く、投げに行く。はいこれもどうせ投げに行くでしょう。あ次はどうするの。はい次はちょっと切り返した。なんだめくりなのか今。ヤフルに後で聞いてみましょう。めくりです。逆ガードです。ガード中でもなかった今。まあ食らったってことはガード中ではないってことやね。ガードが切れたってことやね。 A4 今めくりだった。 A4 めくりだった。ダブルに、あごめんごめん、まだあったか。いや多分めくるですよ。逆ガードです。さあ決めたいところ。さあいった、さあいった。あとこれ重なったぞ。シカベガさん強いですねこれ。動きがしっかりしてます。さあいった。これまた投げるぞ、投げるぞ。さあ次どうするんだ。さあ拒否、さあまだ あほら相打ちだ。あ素晴らしいですね。さあどんどん突っ込む、
突っ込む、はい、投げる、はい、完璧、はい、はい、昇格おめでとうございます。 A4 の A 賞昇格です。あ、ごめんね、もう一本あると思わなかったで、今あれ、ヒデより先に A4 が昇格しちゃいますよ。まあヒデは、あれ、ヒデ頑張ったのにね。ヒデ帰った、ヒデ帰った、ヒデさん王者のままお帰りになったの、残念だね。じゃあ次は、あ、こっちもなんか今小高が放置されてますね。だいぶ人が減ってきたかな。こう対戦の方向ね、実況もできないよね、こっち小高一人プレイだから今。獣が暇そうにしてますね。獣の次の対戦相手は誰かと。獣は、おっと、ニカさんがちょっと今ストップをかけたぞ。人がいない。ニカさんちょっと お休みが欲しいそうです。はい、あ、事務処理ね、はい、そこの事務処理ね。我々もちょっと休みましょう、はい、え、でも申し訳なくない、終わりではないでしょ。あ、終わりなのね。はいはいはい、終わりね。え、でもこれまだあとちょっとだけね、はい、あと2試合ね、はい、勝戦ないね、じゃあごめんね、うん、勝戦ない、はい、あと2試合で本日の団員戦は終了ということです。でもまたこんな団員戦するときに東京なんか、てか名勝戦しなかったですね。しなかったね。だから俺もうだって東京来ねえじゃん、だって次いつするんだよ。さあ、また龍対中村ブランカ、うん、もう前夜祭ぐらいでもやってくれ、松に言っとくか、うん、前夜祭に団員戦持ってこいって。さあ、これから川俣さんと中村さんだね。あれ、川俣さんね、うん、ふたちゃんがよくやるしゃがみ中盤連打っていうのあんまやんないですよね。そうだね、やらないね、あれ結構より便利なのにね。あのリバーランを止めるってやつ、はい、シンク、そして出す、まあ出なかったね、スパコンはね、とりあえずシャカシャカしてんのが見苦しいからやんないんですかねでも大事だよ、だってシャカシャカ縫えるか縫えんぞ、悪いけど、あんなの結構そんなんいらねえと、見てからダイヤスで切れるんだぞってやつ。いやいや、無理全然やんないですよね。あ、やった、やったでも連打はしないと。まああれプレッシャーかかるからね、中盤シャカシャカだけで。さあ、しっかり完璧な立ち回りですね。それで勝てるっていうのはすごいですね。さあ、本日ラストの、はい、ラストですね、小江門対川俣。はい、小江門対川俣。さあ、最後だから思い切っていったぞ思い切って倒せない、はい、お帰りはあちらと。さあ、処理なかった、張ってなかった。さあ、でも波動も、さあ、外に回りになったぞ。いつ飛んでくるんだ、龍の間合いで波動を、はい、いつ飛んでくるんだ。しっかりね、おっと、くぐってダイヤシー。さあ、逃げて、さあ、さあ、か、一気にさあ、一気にいったぞ。まあ、中段も見えないからね、見えるっちゃ見えるか、まだあれは意識してませんでしたって感じだね。さあ、中足の突きに入った、次にやることしたとこ。さあ、昇龍でも暴れたいけど暴れたくない、暴れたいけど怖い、暴れたいけど怖い。さあ、暴れたい、今ひとかけにはできなかった。さあ、今ちゃんとスカったところに変化する。さあ、2ヒットを確定させてから
おっとピオリンシャ、ここは今はねガードするしかないね。波動だけで画面合わせを脱出。怖い怖い怖い。さあこれはすごい、波動だけで勝って、波動だけですね、勝利ないですね、通常技すらないですね。さあ回いつか飛ぶのか。さあ怖い、まだ1回ガードできる。さあ波動だけで勝ちます。波動だけでいった、なかなかない試合ですね。波動一つで、ね、戦えるんだぞと、お互い意地の張り合いっていうのもありましたね。まあ歩きダイヤシでもなんかところどころでしたが、ちゃんと上張ってましたからね。さあ波動だけでいく、まだ波動だけでいく、まだ勝利は封印してるぞ。さあ波動だけでいく、波動さらにヒットと、おっと逃げた、うまいうまいうまい、逃げたぞ今。あげあっと、さあ今視界でもとりあえずお次は入れといた。さあ逃げる逃げる、さあ完璧ですね。はい完璧でしたね。はい皆さんお疲れ様でした、はい、皆さんお疲れ様でした。
皆さん最終段位を必ず書いてお帰りください。最終段位というかもう開幕から書いてない人もいるんで必ず書いてお帰りください。よろしくお願いします。配信はここでストップしますね。お疲れ様でした。ありがとうございました。あれこれスーパーキャンセルって小山じゃなかったってこと？そうですね。あれ誰だった？